皆さんこんばんは。こんばんは。ファイナルファンタジー14、パッチ 5.4 パッチノート朗読会をお送りいたします。はい、皆さんご挨拶お願いします。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コミュニティチームモルボルこと室内です。はい、よろしくお願いします。はい、さて、はい、1時間ほど前に、うん、公開サーバーのメンテナンスに入りましたね。で30分ほど前に、パッチノートの方も公開いたしまして、はいはいはい、パッチノート朗読会のお時間です。はいはいはい、うわすごいですね。もうみんなだってログインできないもんね。でそうですね、うん、やることの尽きた皆様方と一緒にパッチノート朗読会に臨もうということなんですが、はい、初めにすいません、ちょっとお知らせなんですけど、うん、7時半頃からパッチノートを開きっぱなしの方はですね、ちょっと5時とか修正した箇所がございますので、ほうほうほう、サクッとリロードしていただけると大変助かりますので、うん、ご協力よろしくお願いいたします。スコッチがすごいな。いやまあ確かに、まあ、去年ねスコッチ&ソーダのパーカー着てたらさ、はい、それでなんかいろいろ売り切れたとか言ってたんだけどね、あれね実はすごい残念なことがあって、はい、原宿のお店に行ってたんですけど、直後になくなって、お店が直営が遅かったなと思って。切ない。遅かったなと。なるほど。もうちょっとアピールしとけばよかった。なるほどなるほど。間に合わなかった。そうそうそう。まあいろんなね通販サイトで買えるからあれですけどね。まあそうです。そうなんですよ。様子見までね色違いを買ったというのに。本当ですよね。はい、本当斎藤さんの体の張り方は半端ないな。そうですね。いやそうそうそう、サーバーがねさっき落ちたじゃない。はい、直前にちょっと散歩で入ったの。はい、みんなどうかなって。メンテ前に。うん。そしたら。あメンテ、うん、そうそうメンテ入る直前に、はい、1時間俺は諦めない 5.4 で 5.4 が来る前に4層突破俺諦めないみたいなパーティーがあったら、そうでしょ、入っていた、いやギリギリでダメだった。残念。視力は尽くしたんだけどね、ダメだった。面白い遊びをにトライする方がいらっしゃるもん。たまたま1時間空いてたんでこれはと思ってダメだね。惜しかった。そして本日も、毎回の通りですが、コロナ万全のコロナ対策モードでお送りいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、あとなんか今日20時から電車で22時からですね。22時から、はい、電車で GO のそうそうゼロピタ対決あれ、ね、録画なんですよ。私はもう結果を知ってるんで一部ね吉田は間に合うのかって心配されるコメントをいくつか拝見しました。あの録画なんで大丈夫ですよ、ご安心ください。はい、なんで急にバタって俺電車止めてくるみたいなことにはならないんで。よかった。大丈夫です。ご安心ください。はい、そちらもそちらもだから YouTube ではいつでもご覧になれますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。はい、大丈夫です。なんで、はい、一緒にパッチノートを読めば。久々の方ももしかしたら初めての方もいらっしゃるかもしれないので、はい、うん、パッチノート朗読会って何ぞやというのを簡単にご紹介いただいてもよろしいですか。はいはい、ですね、まあ簡単に言うと、はい、ファイナルファンタジー14って、まあ、MMORPG っていう、 こうジャンルのゲームで、うん、そうですね、こうメジャーアップデートの時に限らずこうマイナーアップデートでもパッチノート、つまりどんな修正が入りましたよとか、こんなコンテンツが入りましたよとか、こんな UI に新しい機能が入ったんでこうやって使ってくださいねとかっていうパッチノートっていうのを出すんですね。そこにはまあ本当更新履歴が、まあ、脈々とずっと書かれてるんですけど、はい、メジャーアップデートになるとパッチノートっていうのはもうまあ膨大ででして、そうですね、こういう物量にまあなるわけですよ。紙にするとそう、はい、ことなんですね。そうなると産業にまとめてくれみたいないや無理なんだけど、でつまりどういうこと、せっかく実装したものがなんだ知らなかったみたいなことに結構あるんですよ。はい、うん、で知らなかった教えてくれよみたいな、いやパッチノートに買い取るかなみたいなのが昔からね、僕 MMORPG 遊んでる時に友達がね、はい、やっぱなかなか見ないんですよ、うん、なんでまあ熟読してこんな入るらしいよとかこうなるらしいよとか、こういうこの UI の新しい機能このメニューからこういくらしいよとかって言ってたんですよ。はいはいはい、まあそうなのであれば、まあおじさん2人がせめてね、うん、読み上げればなんだ聞いてくれる人も多少増えるのかなと。そうですね、まあ言うて多少だとは思うんですけど、はい、ただおじさんが読んでるだけなんでそうですね、ただ黙読するよりも、はい、
まあ、読み上げてくれた方が、うん、まあ、頭にも入りやすいし、ちょっとこうなんだこの辺の意図はこうですよみたいなのを言って読めれば、はい、まあそれだけでもうね、それはそれで価値があるのかなと思って始めた放送なので、うん、まあ、新情報もなければ、そうですね、あのなんか有名な人とかも出てこないし特に出てくる変わり映えはしないですね、単純にあのこの2人のおじさんがパッチノートを読むだけの放送ですので、さようでございます、あの画面も見る必要もほぼないと思いますし、そうです、ね、聞いてればそうですね、お耳を拝借という放送です、ね、はい、なんで聞いててもし皆さんがおって思うところがあれば、うん、あのそこはぜひチェックしていただいて、そうですね、周囲の皆さんに拡散していただきたい、はい、そういうことでございます。でまあ始めていくんですけど、はい、ちょっと一個ですね、まあ、大きな、はい、まあ、ミスというかバグね、はい、あとで当該ページに来たらちょっとご紹介しようと思ってるんですけど、まあパッチ 5.4 は明日リリースなんですけど、はい、まあ金曜土曜というタイミングでですね、はい、今回レイド8人レイドに、希望のそのエデン再生編がノーマルとレイシキマ実装されるんですけど、はい、そのノーマルのアクセサリーにですね、うん、あのマテリアの穴が2個開いてますよという、はい、なんでこのタイミングまでチェックが漏れたんだとは思いつつ、まあそれよりも、まあ、どうするか、うん、パッチを遅らせてでも、いやまあ手は尽くしたんですよ実は、そのサーバーだけこう差し替えてアイテムの性能内容書き換えられないかとか、はい、もう手作業でデータベース書き換えられないかとか検討したんですけど、もういかんともしがたくて、パッチを出さないともうどうにもならないということでですね、はい、まあどうしますかと、パッチを延期して直しますかって聞かれたんですけど、うん、まあ皆さんね 5.4 楽しみにしてくださっているので、そのまま、まあ不利益ではないから、はい、まあちょっとこのままに今回はしましょうということでですね、うん、悪性にまあ一個穴が多いという状態 で、ね、まあただ新式禁断をまあ新式を誤禁すると、はい、まあほぼほぼね新式の方が強いっていうところはまあギリ担保されてるので。すいません。でまあちょっとこれからまあなぜここまで逆にチェックが漏れてしまったのかとか、再発防止とかっていうところはちょっと別途対応しようと思ってますんで、すいません今回ちょっとまた当該ページ来たら、はい、後ほどお知らせします。すいませんよろしくお願いします。はいはい、では怒ってないよ違う顔がね、多分ね、疲れて、あとね、真面目な顔して、真面目な話をしてると怒って、いやね、その、ああ、怒ってるわ、みたいなので怒るからやめて。よくあるよね。ある。怒ってるよね。怒ってないから。そうそう、そういうの。だんだん不機嫌になって。そう。怒ってないよ。全然怒ってないよ。はいはい。難しいですね。難しいです。はい。じゃあ行きましょう。はい、そんなこんなで。では、パッチノートモードに画面の方切り替えたいと思います。はい。はい。では参りましょうか。ちょっと待ってよ。最初どこまで行くか決めよう。そうですね。今回微妙に区切りが。ちょっと待ってよ。バトルは俺が行った方が良いから。はい。ちょっと細かいけど。途中で行った方が。合う。カンパニー関連まで私が行って、はい、ハウジングからゴルチソーサーをあなたに決めましょう。承知しました。決めてない。いいですか？はい、それでは行こうと思います。はい、お願いします。パッチ 5.4 もう一つの未来では新たな冒険を予感させるメインストーリーをはじめ、リーンとガイアの物語の完結編となる希望の園エデン再生編が追加。その他、ウェルリ島戦役の続編や一部コンテンツ内を散策できる自由探索など多岐にわたる追加変更が行われます。注意書きです。以下のコンテンツは今後のバージョンアップデート実装を予定しています。パッチ 5.41 シュガルド復興アップデート、パッチ 5.45 青魔導士アップデート、装備強化コンテンツセイブザクイーン
指導具強化コンテンツ使いスチールツール、こちらはそれぞれパッチ 5.41 とパッチ 5.45 での実装となりますのでご注意ください、うん、はい、その下です。14の拡張権利に関しての、お話が記載されております、うん、はい、ここですね。この 2.x とか 4.x とか 5.x とかによって遊べるコンテンツが変わってきますので、皆さんお持ちの、権利、拡張権利をご確認の上、パッチノートを確認していただけると助かります。はい、はい、それでは進めていきましょう。イベント関連です。クエスト関連、新たなメインクエストが追加されますということでですね、うん、こちらスクリーンショットが2枚、貼られておりますが、まああんまり強いネタバレをしないためにですね、すでに公開済みのを貼っております。はい、そうですね。パッチ 5.3 で漆黒のヴィランズがついに完結をしましたので、ここからはまた、まあそれを受けた上での新たな、はい、お話が展開していきますが、まあ 5.4 だけでは何も想像がつかないと思いますので、うん、この先どうなっていくかというところをぜひね、その導入をご覧いただければなと思っております。はい、皆さんバヌバヌに興味津々なところですね。はい、アリゼの志というところから、スタートいたします。ファイターソーサラレベル80、石の家からですね、来るルーで、メインクエストクリスタルの残光をコンプリートしているところから、まあ、始まっていきます。石の家でログアウトしている方も、まあ、メインのためにね多いのではないかなと思っております。はい、以降、ずっとメインクエスト続くんですがずっとハテナになっているのは、タイトルでのネタバレを防止するためにこのような、処置となっております。はい、まあ、メインは、石の家からだということだけ、理解しておいてください。はい、はい、続いてです。新たなクロニクルクエストが追加されますということで、うん、ベルギート戦役関連です。悲しみのアリー、ファイターソーサラレベル80、ギラバニア湖畔地帯、解放軍の将校、クロニクルクエスト飛べベルギートへをコンプリートしている、うん、必要がございます。ジーウォーリアで戦った後のお話です ね。意外とですね、ギラバニア湖畔地帯てか、このベルリトの NPC どこだっけっていう、はい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 、時間が出すとなりがちなので、ギラバニア湖畔地帯ですので、うん、お間違いなきようよろしくお願いします。今回もノーマルと極、2つの難易度実装されております。はい、で、以降ですが、こちらも、ネタバレ防止のために、伏せております。うん、まあ2クエストなんですけど、結構ね、うん、カットシーンボリュームとかはあるので、ヒントトークとかも凝ってるので、なるほど、ぜひご覧いただければと思ってます。確かに最近カットシーンも凝った動きが増えてきたり面白いですよね。そうですね、はい、さあどうなりますかご期待ください。はい、そして、レイドを楽しみにされてる方ね、ずいぶんパッチ 5.2 からね 5.4 まで空きましたので、うん、いよいよ完結となります。希望のそのエデン関連です。1クエスト目、この戦いが終わったらまたね、こんなんばっかりですねなんかすごいですね。で、ファイターソーサラレベル80、アムアレーン、ヤルフォードから、メインクエスト、ここちょっと注意点なんですけども、はい、今回パッチ 5.3 までのメインクエストを、うん、完了させている必要がございます。まあ今更言っても遅いんですが真っ先に希望のそのエデンに、再生編に行かれる方はですね、パッチ 5.3、クリスタルの残光までのメインストーリー終わっている必要がございます。はい、こちら従前からです、ですね、 PLL 等でお知らせした通りそうなっておりますので、ね、空いてない、いないっていう方はですね、メインクエストをチェックしてください。5.4 ではないですよ、 5.3 までの、ね、はい、メインクエストとなっておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、こちらもですね、以降は、全て、うん、ネタバレ防止のためにハテナになっておりますまあね、勢い余ってね、よしノーマルバッと終わらせてレシキ行くぞ、レシキだ、入ってねみたいなあるあるなのでご注意くださいというか、もう注意のしようもないんですけど、はい、はい、そしてですね、ヨルハダークアポカリプス関連に1クエストだけ追加されております。
ホメラの村の傷跡。ほう、こちらはですね、全勝まで終わっていると新たに実装されている。なるほど。まあ、だから純粋な続きです。うん、続きとして1クエスト、実装されております。前回もありましたよね。ありました。さりげなく1クエスト入ってるみたいな。はい、はい、ご確認ください。そしてですね、新たなロールクエストが追加されます、うん、こちら時を超えた思いファイターソーサラーレベル80、クリスタリウムのサイエラから受諾となります、こちらもですねメインクエストクリスタルの残光ですので、パッチ 5.3 までのメインストーリー と、パッチ 5.0 で実装された4つのロールクエストを全てコンプリートした先にあるロールクエスト影の英雄譚、つまりロールクエストシリーズを全コンプしてい るその先に、追加がございますので、ぜひですね世界設定好きだぞという方はですね、うん、ご確認していただければと。ほのかに他にも関連してたりとかするんですけど、ぜひぜひじゃあ準備してください。そしてですねさらに新たなサブストーリークエストが追加されますということで、はい、このボイド再生計画関連だ第一世界へっていう、はい、でこちらはですねこちらもまあサイエラなんですけど、うん、この一個前の時を超えた思いのその先に実装されてるんですが、うん、とあるキャラクターの事情によりですね、過去のクロニクルクエスト、はい、キアマリチ武神ラーマナとかですね、ビスマルクとかですね、セフィロとソフィアズルワーンなどを、コンプリートしている必要があると、うん、でただですね、セフィロと以降のクエストに関してはですね、うん、はい、極を解放した時点でコンプリートになるので、あ、クエストとしてはクエストとしては、なるほどなるほど、なのでクエストとしては戦わなくても、うん、まあ開ければクリアなので、うんうん、そこはすいませんご了承してください。はい、まあラーバナとかビスマルクは、まあ、制限解除すれば究極的には、まあ、そうですね、まあこれねちょっとね、まあ、当時こんなことになると思ってなかったんですよ、はい、思ってなくてぶちゃけました。なるほど、調整しようかと思ったんですけど、もうどうにもならなくて、あそこら辺のコードがぐちゃぐちゃに絡まっていてですね、ちょっと申し訳ないです。その代わり悟空のこの三頭身に関しては、うん、クエストを解放すればコンプされるので、はい、まあ開けてさえいただければ、うん、はい大丈夫です。すいません本当ね、こんなことになるとはあの人がこんな繋がり方をするなんてみたいな。まあこちらもですね、いろいろですまあ お話とかね、設定とか童話とか好きな方に結構たまらないと思うので、はい、まあぜひこちらもお忘れなくプレイをしていただければと思います、はい、まあ、頑張ってクリアされた方はありがとうございます本当に。そうですね、我々頑張って作った僕なので、はい、クロちゃんで言ってたようなって方もね、もしかしたらいるかもしれない。そうですね、懐かしいですね、セフィロとどっちが右でどっちが左ですかみたいな、はい、誰から見て右なのか、セフィロとが向こうを向いてる時の右ですか左ですか、いや、こっちを向いてるこっちってどっちですか、ね、やりましたね、聞かせの苦手分野の走りですね、右と左が、はい、解釈によって変わるというね、この世の哲学のような哲学です、斬新でしたが、お箸を持つと言うんですけど右は分かるよって話なんですよね。どっちに対しての右かっていう、みんな良かると思っていろんな例えをするんだけど、そうなんですよ、これ懐かしいですよね、なんかはまらない、そうです、右ってどっちですかっていうチャットにね、お箸を持つ方ですってチャット見たことあるんですよ生で。いやそりゃそうよねって、そりゃそうなんですよ、そこじゃない、そこじゃないんだ、そうなんですよね。さらにこの回答左利きの場合どうすんだっていうのがあって、はい、いやなかなかね楽しかったですねあれ、はい、今も結構古参の光の選手たちの間では語り草なんですね、うん、はい、そんなのとは関係なくいい話になっておりますので、はい、ぜひご覧ください、はい、そしてですね、強くてニューゲームに以下のチャプターが追加されますということで、こちら各チャプターを解放するにはそのチャプターの最後のクエストをコンプリートする必要がありますということで、今回、メインクエスト、うん、暁の帰還編だからパッチ 5.3 まで全部ははは
強くてニューゲームに対応してます、ロールエクストラストーリーとか、うん、今お話したやつとかですね、あのタンク、あのそうか各そうですね、ロールクエストとか、はい、ジョブクエとか全部です。確かにいっぱいありますね、はい、というわけで、はい、ぜひですね新コンテンツ一通り落ち着いた時にですね、うん、プレイしていただけたらなと思います。はい、で、愛用の機構録においてコンテンツその他カテゴリーにセイブザクイーンの項目が追加されます、うん、はい、はい、セイブザクイーンのねカットも見れるようになってます、うん、続いて大丈夫ですか、トレジャーハント関連です。宝物庫リエギアダンジョンに新たなエリア宝物庫リエギアダンジョン祭殿が追加されます、はい、突入方法です。宝の地図 G12 の宝箱をコンプリートした際に稀に出現する転送魔紋を調べると宝物庫リエギアダンジョンか宝物庫リエギアダンジョン祭壇のどちらかにランダムで突入できるようになります。はい、まあ、そもそも魔紋が当たらない人にとってはね、うん、でまあ今回新しくね、祭壇の方が実装されますので、まあランダムとはいえ確率はリエギアダンジョン祭典の方を高めにしてありますので、はい、はい、ぜひですねちょっとこれこちらも早く実装してほしいなという声が、うん、多かったんですけど、今回実装となりますのでぜひ皆さんでワイワイやっていただけると嬉しいです、はい、はい、レベル制限はファイター操作のレベル80で、アイテムレベルによる制限はありません、うん、ダンジョンに突入した後アイテムレベルシンク505がかかりますので、うん、まあこの先 5.4 でね IL 500以上に上がっていくと思うんですけど、はいはいはい、いずれにせよ505に、デリミットになりますのでご注意ください、うん、参加登録人数は1人から8人制限時間は60分となっております。はい今コメントでアトモスは削除しろって書いてある。アトモス削除したら大当たりじゃん全部。本当です。まあ、稀にねアトモス引いて、ね、帰ってこれることがあったりしますでしたね。進行方法です。コンテンツ内にある、召喚魔法陣を調べるとルーレットが開始され、停止した魔法陣の模様に応じてモンスターが召喚されます。うん、ルーレットは最大5回まで実行できます。うん、召喚されたモンスターを討伐すると宝箱が出現し、転送魔紋を出現させたプレイヤーが解除できます。はい、退出条件です。以下の条件を満たすと退出しますってすごいね。満たす満たしたくはないんだよね。5回目の召喚を行いコンテンツをコンプリートする。はい、まあ、これはね、ハッピーエンドで、これで出ていきたい、ね、目指すべきと思います。そして削除できないといったアトモスが召喚され、強制退出する。うん、パーティーメンバー全員が戦闘不能になるということで、退出することになりますのでぜひご注意ください、はい、続いてです。宝の地図 G11、うん、宝の地図 G12 の報酬が追加変更されます、はい、そして宝物庫リエギアダンジョンの報酬が、追加変更されますということで、うん、報酬の入れ替えも合わせて行われております。はい、はい、カンパニー関連です。続いて、カンパニークラフトで制作できる新たなアイテムが追加されますということで、こちらのスクリーンショットがございますが、カスタムできない、はい、まあそのフルスクラッチされた、お花屋さんをイメージした何だろう商店ロールプレイという考え方をしておりまして、うん、現在はですね 5.4 ではないんですけど鍛冶屋を制作中でございます。楽しみですね。そうですね、こういうなんかものすごく仕様ギリギリメモリギリギリで、はい、カスタマーできないんですけど凝ったハウスっていうのも、うん、用意していこうと思ってますので、鍛冶屋にも、ね、この後ねご期待いただければと思っております。まあそれ以外にもねカンパニークラフトで制作できるところがでサブマリンボイジャーにおいて以下の追加変更が行われます。新たな目的地が発見できるようになります、探索で得られる新たなアイテムが追加されます潜水艦のランク上限が75から80に引き上げられますということで、こちらも、お手すきの際に、ね、いろいろ探索に向かわせていただければなと思います。はい、はい、ではここから、バトンタッチします続いてハウジング関連です。初めに重要な注意事項ですが、
2020年3月より一時的に停止しているハウジングの自動撤去カウンターをパッチ 5.4 から再開いたします。はい、詳しくはリンク先をご覧ください。これまたあれなんですよね、停止した瞬間からの再開だから、はい、まあ、間にリフレッシュしてる人はねいいんですけど、うん、問題ないですけど、改めて2週間じゃないから、うん、そこはちょっとご注意くださいね。はい、なんで万が一この停止期間中1回も家にアクセスしてないわって方がいると、うん、続きでタイマーが動いちゃいますのでご注意ください。はい、ということですね。はい、では続いてまいります。はい、調度品デザインコンテストの応募作品から調度品が実装されます。はい、調度品デザインコンテスト2017についてはこちら、調度品デザインコンテスト2019についてはこちら、それぞれリンク先をご覧ください。また入賞以外の作品を参考にした調度品も実装されておりますということで、うん、スクリーンショット2点ほどご紹介しております。1点目の方がこれ割と1枚の中にてんこ盛りになっておりましていろんな要素がございます、うん、どんどん充実していきますね。いや、このシャンデリアめっちゃよくできてるよね。これいいですよねはい、ぜひご利用ください。うん、そして続きまして新たな、調度品が追加されます。こちら開発チームによる調度品ですね、追加されますということで、こちらも1枚に欲張った、盛り方をしているものがございますので、ぜひご確認ください。まあ、6属性のこれ、はい、ね、壁掛けタペストリー、はい、そうですね、これなんかあれだよね、魔術的な部屋を作ろうと思ったら、うん、確かに最適です。いいですね。はい、はい、であとはこのなんて言うんでしたっけ、物を入れておく、ああショーケースみたいな、ショーケース、ショーケースもすごくいいですよね。まあ、そしてこの唐突なライオンは一体何なんだっていうのはねまあ僕は知ってるからあれなんですけど、はい、気にはなりますよね。気にはなりますね。なんだろうねこの唐突な。PLL の時にこれがチラ見えして以降、うん、もう百貨店の名前が連呼されるっていう状況、うん、まあ今もなんかコメントですごい言われておりますね、うん、まあ、ね、あなたのお家も百貨店になるよということかもしれません。はい、はい、ということでぜひご利用ください。2枚もございます、はい、うん、続きまして新たなオーケストリオフが追加されます。今回もね結構多いんで、はいはい、いきたいですね。はい、続いてネタバレ防止のため一部オーケストリオフの曲名、入手方法のコンテンツ名が変更されます。ちょっとこれはですね、はい、まあ、5.0 はそもそも結構衝撃的な拡張のストーリーだったじゃないですか。うん、はい、でオーケストリオンフの名前から、うん、結構ねコンテンツ名とかで、ね、地名とかでねあってボロボロ出ちゃっててあ、なるほどなるほど、どうにかしようかっていう話をしてですね、今回対応しておりますので、はい、はい、ネタバレしづらくなると思います。はい、はい、続いてアクアリウムで飼育可能な魚が追加されます、うん、なかなかですね、飼育スクリーンショット可能なんですかねこの魚、よく食いそうなお魚ですが、この辺が追加されます。続いて植木鉢に植えられる新たな種が追加されます、ということで今回はカーネーションの種が追加されます、うん、購入場所はご覧の通り、各ハウジングエリアの素材屋、もしくはグリダニアの花屋タイから購入できますのでぜひご利用ください。はい、うんうんうん、続いてゴールドソーサー関連です。はい、トリプルトライアドにおいて以下の追加変更が行われます。はい、カードの登録数にかかわらずレアリティが1から3のカードは制限なくデッキに採用できるようになります。4から5のカードは従来通りデッキに1枚だけ採用できます。あ、これね前回の PLL でもね、はい、星4と星5から1枚ずつにしてくれっていうところがね、うん、すごい、まあ、はい、多いんです、多かったのは分かってるんですけど、所得なんでそのカードを持ってる格差が激しくてですね、うん、それをやるとじゃやっぱ持ってる人すげえ強くなっちゃうっていうのがあって、うん、ちょっと今回様子見させてもらってるので、はい、まあ、対戦する人が増えてくればちょっとまた検討させていただこうと思いますので、すいません、よろしくお願いします。はい、はい、続いて制限時間が1ターンあたり30秒から1試合あたり90秒に変更されます。プレイヤーごとに1試合あたり90秒の持ち時間が与えられ、ターンが回ってくると制限時間に試行時間として5秒足されます、うん、
で制限時間は、この追加された試行時間から優先して消費され、試行時間を使い切らなかった場合でも次のターンには持ち越されません。で試行時間と持ち時間を全て消費すると、配置するカードと配置する場所が自動で選択されてしまいます。次回ターン以降、自身でカードを配置できるのが試行時間の5秒のみとなるため、試合全体での持ち時間の配分に注意しましょう。これよくあるあの将棋の持ち時間制みたいな。そうですね。大体こうですよね。と同じですね。はい。はい、続いて新たな特殊ルールドラフトが追加されます。即席でデッキを構築して対戦するルールです。所持しているカードを使用せず、ランダムに選ばれたカードを選択してデッキを構築するため、カードを集めていなくても気軽に遊ぶことができます。デッキの構築方法です。ランダムに構成された3つのセットから好きなセットを選択することを3度行い、5枚のデッキを構築します。おすすめ選択を選ぶと数字が大きいセットを自動で選択します。ということでスクリーンショットございます。こちら各3段あって、それぞれの段からお好みのものを選ぶか、おすすめを押す。そうですね。おすすめを押せばとりあえず組んでくれる。はい、ので当初迷うなと思ってるうちは、うん、もしかしたらおすすめでもいいかもしれないですね。はい、はい、続いて、新たなコンテンツトーナメントが実装されます。トーナメントは参加 MGP 不要で遊べる8人参加の競技です。ランダムにマッチングしたプレイヤーと競うオフィシャルトーナメントとパーティーを組んだメンバーと遊ぶカスタムトーナメントがあり、全3試合の対戦結果により順位付けを行います。開放条件です。サブクエストトリプルトライアドの手引きをコンプリート後にゴールドソーサーにいる NPC オフィシャルトーナメント受付に話しかけるとトーナメントに参加。対戦者情報の確認について、トーナメント中の対戦画面では対戦者の現在の勝ち点や得失点差などを確認するボタンが追加されます。また自身と対戦者が共にプレイステーション4版の場合にはプレイヤーの PSN のオンライン ID が確認できますということでスクリーンショットございます。続いてプレイ中の離脱について、対戦中にログアウトしてしまった場合、試行時間が0となるたびに自動的にカードを配置しますが、ログインしてゲームに復帰すればすぐにプレイを続けることができます。ただし対戦開始時にオフラインだった場合は不戦敗になります。続いてオフィシャルトーナメントです。一定時間ごとに開催されるトーナメントです。新たな特殊ルールドラフトが必ず設定された状態で行われ、初めに構築したデッキで3試合続けて勝負します。参加方法、パーティーを組んでいない状態で NPC オフィシャルトーナメント受付から申請できます。マッチングにかかる時間は一定で、時間内に参加者が上限に満たない場合は NPC が参加します。報酬です。順位に応じて MGP やカードパックなどの報酬を獲得できます。続いてカスタムトーナメントです。いつでも好きなメンバーで楽しめるトーナメントです。ルールはパーティーリーダーが自由に設定できます。参加方法、コンテンツファインダーから申請できます。パーティーメンバーが8人に満たない場合は自動的に残りの枠は NPC が参戦します。報酬です。報酬は獲得できませんのでご注意ください。はい、オフィシャルトーナメントがまあソロでね、はい、いろんな人と対戦してみようという、トーナメントが裏で動いていると、はい、でカスタムトーナメントにすると、昨日あったメンバーで、ね、うん、FC のイベントのように、トーナメントを使えますよということです。はい、でオフィシャルの方が必ずドラフトということですので、はい、もう身一つでいけば、そうです、カードもで支給されるし、はいはい、それで対戦ということです。そうです、はい、はい、ぜひお気軽にお楽しみください。はい、次です。カードリストがリニューアルされます。カードにナンバーが割り振られ、全てのカードの入手状況が確認できるようになるほか、未取得のカードについてはゲームの進行度に応じて入手方法が表示されるようになります。またカードの絞り込み表示が行えるようになります。まあ、これはね、どれを持っててどれを持ってないのかもはや分かんなかったと思うんで、はい、まあ、そこをかあの分かりやすくしてコレクションするっていう遊びをサポートしていこうという機能です。
まさかこれを持ってなかったなんてっていうのがもしかしたらあるかもしれない。そうですね、あのゲームの進行が、はい、追いついていれば、はい、ダンジョン名とかが表示されて、まだそのダンジョン全然やったことないよとか知らないよっていう場合だと出ないみたいな形をとってるので、はい、なんか全部出ちゃってなんだかわかんないみたいなことにはならない。ハテナのやつはとりあえずまあ今考えないで、あのストーリー進めたりとかレベル上げとかやってればそのうち表示されるようになるので、はい、はい、ありがとうございます、はい。では続いて、デッキ編集画面のレイアウトが調整され、カードの表示条件設定の機能が追加されます、カードの表示条件設定ではカードのレアリティやタイプでの絞り込み表示や辺の数値による並び替えが行えるようになりますということで、スクリーンショットございます、こちら一覧なんですけれども、その下のスクリーンショットで、表示条件ができると、あのレアリティを絞り込んだりタイプで絞り込んだり、あと辺、これ今サボテンダーの例が出てますが、優先度の高い順に数字の大きい順に並ぶというモードなので、これはより凝ったデッキを作りたい場合には多分重宝する。カードもなんせ枚数多いですからね、これ、はい、すごい検索機能だよ ね、これ、はい、うん、はい、となっておりますのでぜひご活用ください。続いて、プレイヤー同士の対戦の際にテーブルが出現しなくなります、はい、うん、NPC との対戦やカードバトルルームでの対戦のようにパブリックフィールドでのプレイヤー対戦時にテーブルが出現しなくなります、これに伴いカードバトル中でもミニオンが表示されるようになります。まあ、これね、トライアドルームができて対人の主軸がまあそっちに移って、はい、まあ、そっちじゃ表示してないっていうこともあって、うん、はい、もうそうしようと、はい、いうことで、続いて新たなカードが追加されます、はい、そして対戦できる NPC が新たに追加されます、うん、次です。ドマ式麻雀において以下の追加変更が行われます、トンプー戦が追加されます、うん、これまでのハンチャン戦は親の権利が4人のプレイヤーにそれぞれ2回ずつ回ることで終了しますが、トンプー戦は親の権利が1回ずつ回ることで終了するゲームモードとなります、うん、これに伴いコンテンツファインダーにおけるドマ式麻雀のコンテンツ名称が以下のように変更されます、うん、ということでハンチャン戦とトンプー戦に分かれてコンテンツが表示されるようになる、ね、ね、はい、サクサク、あ、そう、短い時間でサクサクやるならトンプー戦、はい、じっくりやるならハンチャン戦みたいな感じですね。はい、でどちらも大変動ありモードとね、なしモードとございますのでご活用ください、まあ、そうですね、はい、はい、なおトンプー戦とハンチャン戦をプレイすることで変動するレートおよび段位は共通となります。はい、ここご注意くださいね、共通段位ですので、うん、下がったのを取り戻そうと高速に回るトンプー戦をやった結果、はい、よりボロボロになるっていう可能性もありますんで、そう、ね、気をつけましょう、ご注意ください、はい。続いてドラ表示方法を切り替えられるようになります。メインコマンド、マイキャラクター、ゴールドソーサー、マージャン、各種設定、ドラ範囲表示設定から表示方法を切り替えられます。ドマ式表示、表示されている範囲がドラとなります。初期設定はこちらです。現在もこちらです、はいはいはい、加えて一般表示、こちら表示されている範囲の次の範囲がドラとなります。これ、はい、麻雀よく分かんないっていう方のために一応補足なんですけど、はい、ドラっていうのはドラ牌が表示されている、なぜか順番的にはその次の牌がドラであるっていうのがまあ正式ルールなんですけど、はい、まあ、あまりにも分からないよねということで、現状のドマ式麻雀はドラ牌そのものを表示してるんですけど、はい、麻雀をよく知る方は、あ、これの次の牌がドラね、はい、って言ってドラ乗らねえみたいな、ポンってなドラじゃねえみたいなのでちょっと混乱があったということでですね、今回、はい、プレイヤーの皆さんでこの ドラの表示方法を、カスタムできるということになりましたので、一般表示というか一般的な麻雀のルールの方で、やりたいという方はですね、切り替えていただければと思います。だからこれ変わるのは自分の画面だけだから、あ、そうですね、他の人は巻き込まないので、はい、巻き込まないので、はい、お好きにしていただいて大丈夫です。はい、今吉田は麻雀強いのかっていうコメントがあったんですよ。私結構それなりにやれる方だと思ってたんですけど、ええ、
過去ファイナルファンタジー14でやった大会麻雀系の、ね、放送、うん、何一つ傷跡残せてないんですよもうほんと辛くて傷跡爪痕、ね、あごめんごめん傷跡は俺の胸に残ったんで胸に残ったんで何一つね、そうね、焼き鳥と呼ばれる、なんだろう、一度も上がれないまま終わるを、はい、なんか切り抜けるので精一杯で、まあだからってわけじゃないんですけど、うん、ええ、まあ今年ね、年末またやりますよ、飲まし気全く関係なくなった年忘れ麻雀大会、麻雀大会やりますけど、まあきっと今年も無理なんだろうなって弱気でございます。逆にリラックスして臨めるかもしれません、ね。まあはいはい、続いてまいりますね、次ですが、はい、流局時の脳天天杯が分かりやすくなるよう異なる色で表示されるようになります、うん、はい、ということでスクリーンショットございます、まあ、パッと見ね、今その天杯で流局した人と、はい、あの脳天杯だった人が分かりづらかった、うん、まあ、色分けしました、はい、続いて、うん、プレイヤーの捨て牌が配られた牌をそのまま捨てているつもぎりなのか、うん、手牌と入れ替えて捨てているのかが判別できるように表示が変更されますということで、ご覧の通り色分けがされます。これね、はい、結構悩ましくて、うん、まあ、いわゆる本場の麻雀やってるとまあこう手牌ってうまくこう、はい、まあ、つもぎりっていうのは山から持ってきて、あ、いらねってそのまま、これをつもぎりっていうんですね、うん、はい、何もせず取って捨て、取ったものを捨てる、はい、でまあ一回自分のところに入れて別の牌を出した、うん、まあこれによって上手くなってくると何をこうやってんのかな、どんな手を作ってんのかなっていうのがまあだんだん推測できていくわけですよ、はい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 、でまあそれをつもぎりなんだけど、うん、さも自分の手牌から切ったように見せるっていうのもテクニックだったんですけ ど、 なるほど、ね、昨今あの麻雀がねすごく対戦としてこう盛んに M リーグとか、はい、もうだからまあまあ積もってきたも必ず見せて捨てなきゃいけないっていうのが今結構厳密なルールで、あとオンラインマージャンはもうこれがコンピューターマージャンの世界ではもう、そう、その議論をしてやるかみたいな話になって、どこを目指してんだって思いましたっていう話です。なるほど、はい、でこのほど色分け対応がなされます、そうなっておりますということです、はい、のでうまいことご活用ください。はい、はい、ドマシキマジャン関連以上です。続いてその他です、はい、フェイスに以下の変更が行われます、うん、ウィンドウを開いた際に選択されているダンジョンが最も新しく開放されたダンジョンに変更されます、ただしログアウトをせずに再度ウィンドウを開いた際はこれまで通り前回選択したダンジョンが選択された状態になります、うん、シナリオ現体モードを切り替える際選択したダンジョンのまま切り替わるようになります。全キャラクターが表示されるようアイコンサイズが変更されます。まあ、この辺は使い勝手とともに、うん、ね、まあ、今後も何かあんのかなみたいな、ね、なるほど、アイコンサイズが調整されるなんてね、うん、なんかあんだろう ね、 今後ね、期待したい、はい、続いてまいります黒の空想帳において、黒の賞状、金賞、銀賞、銅賞と引き換えられるご褒美が追加変更されます。ご褒美が追加変更されます。ちょっとこの一じわるね、じわるね、これ、はい、ご期待ください、はい、続きまして、総長の幻想版において以下の追加変更が行われます。まず対象コンテンツが変更されます、うん、変更前原芝討滅戦が変更後は原タイタン討滅戦となります。ついにあつがやってきたきますね。まあこれは本当あの PLL でもお話したんですけど、はい、まあ、最近のコンテンツは落下するバトルコンテンツでも、うん、あのいつの間にかねあの、まあ、死体がというか、はい、あの蘇生がね一定時間で可能になってるんですけど、そうですね、当時はまあずっとあの崖下の溶岩で倒れている、はい、まあ、バトルの SE だけを上で激しい戦いが繰り広げられているのを、ね、なんとなく耳で聞くみたいな状態で今回どうしようかって検討したんですけどまあ当時をレベル80で、はい、あの体験するっていうコンテンツなので、うん、はい、ここはあれがなかったらタイタンじゃないだろうそのままということでそのままになっておりますので、落下は今まで以上に注意されたし、されたし、
はい、いうことになっております。はい、で注意書きにあります通り、現凍滅戦は期間限定となり、メジャーパッチごとに別コンテンツに切り替わります、はい、なので 5.4 の間は、現在ですよと、うん、続いて盤面に隠された絵柄を見つけた際に獲得できる幻の葉が引き上げられます。総長の絵柄を見つけた際に獲得できる幻の葉に変更はありません、うん、ということで、クロスソードが5だったものが15に、うん、ギフトボックスが10から25に、トレジャーボックスは20から35に増えますということですね。一気に増えましたね。一気に増えましたね、はい。幻の葉と交換できるアイテムが追加されます。はい、今回報酬追加してございます。で、現凍滅戦のコンプリート状況が保持されるようになります、うん、これに伴いパーティー募集やレイドファインダーのコンプリート済みでの募集申請ができるようになります、うん、ただしコンプリート状況は現凍滅戦の対象コンテンツが切り替わるとリセットされます。そうですね。なので今回は芝野は、カウントされず、はい、あくまでもタイタンをクリアすると、コンプリート済みのフラグが各キャラクターに設定されるので、はい、この判定にそのフラグが使われますよということですね、はいはい。続いて幻想版のミニゲームを始める際、途中でコンテンツへの突入などを行うと、うん、ミニゲームのプレイ権利が失われることが明示されるようになります、うん、注意が出るってことですね。注意がちゃんと出ますよ、はい。続いて幻想版のミニゲームにおいて最終的な盤面が見やすくなるようにミニゲームの結果が表示されるタイミングが調整されます、はい。せっかく開けたのに見えねえっていうのがあった、はい。続いて、吟遊詩人専用アクション楽器演奏に新たな音色が追加されます、はい。ということで今回はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスの4種類が追加されます。スクリーンショットも1点ございますね、うん。はい、ぜひともご活用ください、はい。現望んでた方もね結構多いんじゃないですかね、うん。続きまして、攻略手帳に新たな項目が追加されます、はい。トリプルトライアドトーナメント参加ということで、オフィシャルトーナメントに1回参加して報酬を受け取ると 3000MGP もらえる。意外とでかい、ね、これぜひ、うん、はい、ぜひ皆さん入り口には行ってみましょうと思います、ね、はい、はい。続いて新たなエモートが追加されます、うん、はい。PLL でもご紹介いたしました。そうですね、こんなようなものもございます、はい。床を塗るみたいなやつですね、うん、はい。続いてエモートポーズを変える、スラッシュチェンジポーズにおいて、うん、納刀立ちポーズに新たなポーズが追加されます、うん、ということで、スクリーンショットの通りです、うんうんうん。これ実は前回の PLL の時に、うんうん、なんかタッチポーズ違くないってコメントが出てたりして、みんな細かく見てるなと地味に思っておりました。まあ種族性別に関わらず、はい、あの2種追加されていて、うん、腰にあの片手を当てる、そうと、まあ、両手を当てる、なるほどなるほど、まあ、両方はい実装されます、はい、ということなので、はい、ぜひともご活用ください、うん、はい。では、バトル関連から私の方で、はい、行こうと思います。アクションとバトル関連です。アクション特性において以下の調整が行われますということでですね、はい。まあ、文句は今回、前回の PLL でもお伝えした通り、うん、疾風陣雷が特性化したことにより、まあ、ものすごい数の調整が入っております、はい。まあ、あの調整は最近1個ずつは読み上げないので、まあ、うん、ぜひご確認いただければと思うんですけど、もうひたすら回していかないと分かんないで、これ数字だけ見るとでかく全部上がってるんですけど、まあ、疾風陣雷のその攻撃力上昇がねなくなってるので、うん、全部こっち側技側に、はい、貼られてるので、まあそこを加味してですね、これはもう多分使っていただかないと分かんないとは思います、うん、はい。確かに数で見ると膨大な数ですね、はい。そうなんですよ、まあ、これを一個ずつ説明してもうん分からんになると思うので、はいはい、ぜひとも使ってみてください。はいはい。で続いてが、竜騎士が、単純に、うん、数値強化なされております。はい。なんか本公開時に側面と背面が逆に書かれてた、はい、失礼いたしました。今画面に書かれている通りになって、はい、先ほど
リロードをお願いした理由でございます。はい、ここでございました。はい。で、その次が、忍者ですね。こちらも、微妙に強化。数値足りなかったんじゃないかなという部分を足しております。はい。そして詩人に関してもバーストショットを、今回調整させていただいてます。うん、まあこれちょっと見てたらね、歌を返してっていうのが多かったんですけど、はい、もうそこはですね、全体が上がりすぎるんでちょっと難しいです。うん、現状。はい。すいません。よろしくお願いします。はい。赤間同士も同じくですね、純粋な、数値強化を行っております。はい。そんなね、ザ・まあ詩人とか言わないんですよ。みんなそれぞれね、プライドあって使ってるので。はい。で、最後が、学者ですけど、はい、これ結構あったのが、エナジー強化って言いながら、エナジードレイン下げてんだ、なんだっていうのが、まあ、ちらっと見たんですけど、まあ、やっぱりドットダメージを10上げるってかなり大きくて、はい、強くしているので、まあ、エナジードレインに関しては回復のために使ってもらいたいっていうのがあるので、まあ、これまでどうしてもエナドレイン、打つしかないみたいな感じだったと思うので、他で数字を上げた分だけ、まあ、できるだけヒーローに使ってくださいということになってます。それでも今より強化されてますのでよろしくお願いします。はい、はい、で、まあ、文句に、新たな特性が追加されますということで、うん、先ほどお話した疾風陣雷周りですね、はい、全て特性になりましたので、ね、レベルが上がるだけで疾風陣雷を覚え、さらにその効果が強くなっていくということで、はい、レベル80の文句としては、初動からいきなり素早いということになっております。特性だから勝手に発動してるんですもんね。はい、はい、はい、一部アクションステータスのヘルプテキストが変更されますということで、分かりにくかったテキストが一部調整されております、はい、文句の疾風陣雷の変更に伴いジョブハットから、疾風陣雷シンボルが削除されます。はい、そうですね、唐突に疾風陣雷のあのゲージがなくなってしまうということで、はい、なくなります。注意書きです。これに伴いテキストコマンドが、の値が変更が行われてます。陶器シンボルの指定は、こちら、2の方で指定されてたんですが、うん、1で指定できるようになると。テキストコマンドの調整入ってますので、お使いの方は、はい、ご注意ください。はい。はい。続いてです。青魔導士に以下の変更が行われます。ということで、青魔法の効果がこちら、うん、調整されています。はい、もうマイティガードは強すぎたって明らかになるほど、はい、続いて青魔法のラーニング確率にボーナスが加算される条件が変更されます。これまでは、うん、人数制限解除を設定しないことになってたんですけど、うん、人数制限解除しても構わないんですけど、レベルシンクという新しい項目、はい、レベルシンクまたはアイテムレベルシンクっていうのが、コンテンツファインダーのオプションにつきますので、そちらを有効にしておいていただければ人数制限解除しても大丈夫ですよということになります。はい、はい、あ、違うね、マイティガード確かに減少じゃねえや。あ、そうですね、今日減少効果だからそうだね、ヨダメージ減少効果だもんね。失礼しました。そうですね、はい、続いて、一部モンスターの状態異常耐性が削除されますということで、状態異常耐性が削除されるので効く効果が出てくるってことですね。うん、うん、そうですね、はい以下のエリアにいる一部モンスターの配置が調整されますということで、コーチラモシやコーチドラバニアのモンスターの配置が調整されております。はい、続いて新たなインスタンスダンジョン、魔術工房マトウヤのアトリエが追加されます。魔術工房マトウヤのアトリエはフェイスでの攻略が可能となっております。今回の、新しいインスタンスダンジョンですね。はい、こちらメインストーリーで、うん、はい、行くことになりますので、エキスパートダンジョン
ルーレット開けるぞという方は、はい、メインストーリーからやっていただくことになるかなと思います、うんうんうん。こちらですね、レベル制限がファイター操作レベル80、アイテムレベルによる制限、平均アイテムレベル470です、うん。参加登録人数は1人から4人で、制限時間は90分ということになっております。で、開放条件は、メインクエストに関わるので、こちら、ネタバレ防止のためにハテナとなっております。まあ、メイン普通に進めていけば自然に出会うということですね。自然に開きます。はい、これ、ね、またね、フェイスがね、また誰を連れていこうか若干迷うっていう、まあ、これはちょっとストーリーやっていただければあら分かるんですけど、はい、まあ、ちょっと僕は実際チェックの時に、さて1回目誰に行こうかなって悩みました。はい、まあ、ぜひね、物語上行くことになりますので、はい、楽しんでいただければと思います。はい、続いて、以下のインスタンスダンジョンにアイテムレベルシンクが設定されますということで、はい、国風改定アニドラス・アナムネーシスと漆黒決戦ノルブラントに、アイテムレベルシンク500が、適用されますので、ご注意ください。はい、これどこまで行って前半休憩取る？バトルを最後まで行くべきや否やというところなんですね。そうだね。まあ、暇だからまあ意外にいけるかしら。そうだね。じゃあアイテム関連の手前までをやって一回休憩するか。そうしましょう。はい。以下のインスタンスダンジョンにアイテムレベルシンクが、ああ言ったわ。失礼しました。新たな討伐討滅戦が追加されますということで、はい、エメラルドウェポン破壊作戦です、こちらスクリーンショットが出ておりますね、うん、何やなんとかまあ的な感じが出ておりますが、レベル制限ファイター操作はレベル80、アイテムレベルによる制限が平均アイテムレベル485必要なのでご注意ください。うん、参加登録人数は1人から8人、制限時間は60分です。はい、解放条件は先ほど、クロニクルクエストでもお話した通り、うん、悲しみのアリーからスタートして解放されていきます。はい、場所はギラバニア湖畔地帯なのでお忘れなきようにお願いします。はい、そしてその高難易度版極エメラルドウェポン破壊作戦、うん、極エメラルドウェポン破壊作戦はレイドファインダーからのみ突入できます。注意書きです。8人揃った状態でレイドファインダーから突入を行う場合に限り、自由なロール構成かつアイテムレベル制限を受けることなく突入可能です。で、レベル制限はファイター操作はレベル80、アイテムレベルによる制限は、平均アイテムレベル500からです。はい、参加登録人数1人から8人、制限時間60分で、解放条件はノーマルのクエストを全部コンプリートした後ですね、ギラバニア湖畔にいる NPC ガーロンド社の原型師に話しかけると、解放となりますので、こちらも、解放のところ忘れずにです。多分今回レシピがあるんで武器取るぞっていう方もそうですよね、はい、多いんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。交換用アイテムについてです。コンプリート時に獲得できる交換用アイテムはモールナにいる NPCかインタナにおいて各種アイテムと交換することができます。うん、こちらまあいわゆるトークンってやつですね。はい、だいたい10個集めると武器、うん、はい、そしてですね、現タイタン討滅戦、はい、でこちら現タイタン討滅戦の実装に伴い、現芝討滅戦がプレイできなくなります。うん、注意書きです。現討滅戦は期間限定となり、メジャーパッチごとに別コンテンツに切り替わります。現タイタン討滅戦はレイドファインダーからのみ突入できます。ただし8人揃った状態でレイドファインダーから突入を行う場合に限り、自由なロール構成かつアイテムレベル制限を受けることなく突入できます。はい、レベル制限です。ファイター操作はレベル80、アイテムレベルによる制限、平均アイテムレベル430からです。アイテムレベルシンクは低めで、435でかかります。参加登録人数としては1人から8人、制限時間60分です。そう、この辺が多分ちょっと前回ね、誤解があったところなんですけど、うん、
最近始めて50に80に最近到達した人でも、はい、参加要求アイレルが低いんで、まあ一緒に遊べますよっていうのを、ちょっとその カジュアルなみたいなところがあったんですけど、まあ言うて極は極なんで、極なんね、はい、というわけでちょっと低めに設定されてますので、ぜひですね。ただまあこれね、面白いですよ、面白いですよ、はい、あの当時やった方も随分あの一周回って面白いって思っていらっしゃる方そうじゃないから多分引退しちゃったんで、あそこで、あそっか、はい、面白いんですよ、現役の皆さんは面白いんですけど、こんなきつかったかとね、すんごい減ります、うん、あのバン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 足踏みするじゃないですか、はい、しますね、すんごい減りますあれ最近こんなに必死にヒールしたことあったっけっていうぐらい、確かに、うん、確かにな、まあ各種ですね、軽減とかあの駆使していかないとなかなかしんどいので、ぜひですね、まあちょっと 5.4 落ち着いてからでも構いません、連帯感ぜひ挑んでいただければと思います、はい、現体感の開放条件です、とある陽子の幻想版、うん、こちら、まあ、こちらすでに実装されているクエストなので、はい、パッチ 5.4 以前に、こちらのクエストをコンプリートしている場合は、再度コンプリートする必要はありません、うん、幻灯滅の中身が自然と切り替わっております続いて極ルビーウェポン破壊作戦において、ルビーグイベルの敵のドロップ率が、緩和されます、はい、笛が出やすくなる、うん、またモードナにいる NPC かインタナにおいて、以下のアイテムが交換できるようになりますということで、マウント用の笛が、トーテム99個で今回交換可能となります、はい、待ってた方もいらっしゃるんですか、ね、そうですね、もう最近これをしっかり集めてる方は、はい、99個得る間に出てロットに勝てればよし、そうです、ヨシンバダメでも99俺はあるっていう感じです。ですあなたは割とそっち系で僕周回する方ですよね。しますね。あれ確かただ前回前回はあ前回サクって言ったの。前回サクって言いました。その前が97。前回ぐらい。トークン97でドロップして。97なら99まで行かせてほしかった。でしかもロットに勝った。あるあるって言ってます。あるある。そんなにあるんですか。ねえ、本当やだ。本当やだわ。こっちとら途中で99種の覚悟はとっくにできてるわけですよ。なるほどね。もう、いや、ある意味もう出てくれるんだと思う。そう。もういいと思います。そして続いてです。新たなレイドダンジョン、希望の園エデン再生編が追加されます。お待たせしました。レイドダンジョンが実装となります。はい。こちらノーマルですね、まず。はい。レベル制限ファイター操作はレベル80、アイテムレベルによる制限は平均アイテムレベル485からです、うん、ご注意ください。参加登録人数1人から8人、制限時間90分、うん、でコンテンツ開放後1人でもコンテンツファインダーから参加申請可能です、はい、で開放条件に関してなんですが、うん、クロニクルクエストこの戦いが終わったらをコンプリートした後にもう1クエ出るんでそれをやると開くと、なるほどなるほど、いう感じでございます。はい。大丈夫ですか？宝箱についてです。希望のそのエデン再生編コンプリート時に出現する宝箱からは装備品は直接ドロップせず、各位のロール、あ、ごめんなさい、任意のロールの装備品と交換できる交換用アイテムが得られます。戦利品はニードやグリードなどの獲得方法に関わらず各層1週間に1個までです。複数のアイテムにニードやグリードをしていた場合にも獲得が確定した時点でそれ以外のアイテムは全てパス扱いになります、うん、宝箱のアイテムをパスせずに時間切れによって自動で獲得した場合も1個獲得したことになりますのでご注意ください。この権利は毎週火曜、17時地球時間ですね、うん、にリセットされます。はい。また希望のそのエデン再生編へは戦利品の獲得に関わらず何度でも挑戦可能です、うん、今日ね4時ぐらいかな、はい、
コーヒー飲んで、あの口に含んだまま仕事したらめっちゃ気管に入って口に含んだまま仕事してたらのシチュエーション、我慢しようとしたの、こうこうなるのを、あ、なるほどなるほど、我慢しようとしたんだけど吸っちゃった、うん、ダメで机の床の周りが あの血が入ってる、やばい、コーヒー色の血がそれ以降ね、なんかおかしいんだよね、いやびっくりした、もうなんかこういう時個人ブースだっていいなって、周り人にあんま目かかんなくていやいや、すいませんすいません、あのなんか これ説明しとかないとさなんかね、大丈夫かよしだとか咳が多いから大丈夫かみたいな、心配すいませんすいません、まさかねこの喋らなきゃいけない時に ねあんなところで、ね、我慢して最初からブーってやっとけば我慢してあげく気管に入ってむせて炸裂しちゃうんでちょっと辛いな、辛いです今日。続いて交換用アイテムについてです。宝箱から獲得できる各種交換用アイテムは、アムアレーンにいる NPC グルグル、またはユルモアにいる NPC ヤルヤルにおいて各種装備と交換できます。こちらもね、メイドやってる方にはおなじみの NPC ですね。うん、ですね、こちら種別と対価となるアイテムが書かれております。コンプリート報酬についてです。希望のそのエデン再生編4では宝箱とは別にコンプリート時に1週間に1回だけ古びた剣サイを獲得できます。古びた剣サイはアムアレーンにいる NPC グルグル、またはユルマーにいる NPC ヤーレヨルにおいて交換武器交換用アイテム、超高が超高速型トーンストーンとちょっとあった超高速型どういうことでしょうね。これ微妙になんか足りてないね。何が超高速なのか分かんないねこれ、うん。超高速書き込み型トームストーンなのかな。ああそうか、そうです、ね。超高速読み込み。ああ。どっちもなのかな。確かに。最近なんかちょっとこの辺の名前付けが早くしておけばいいとか古くしておけばいい。みたいな感じになってきてるんで、まあ、SSD っぽいんでしょうね多分ね。なるほどね。と交換できます。この権利は毎週火曜17時、時期時間にリセットされます。これ変わってもらう、そうそう結構あります、はい、じゃあここから変わりますはい、新たなレイドダンジョン希望の園エデン霊式再生編が追加されます。こちら高難度ですね。希望の園エデン霊式再生編はレイドファインダーからのみ突入できます。8人揃った状態でレイドファインダーから突入を行う場合に限り、自由なロール構成かつアイテムレベル制限を受けることなく突入できます。ちなみにこのスクリーンショットは何なのかって、はい、あんまり予測ついてないとか、誰かこう、うん、これだろうきっとみたいな、なんでしょうね。いろんな予想が出てきましたが、出てますね確かにこれは何なんだろう、なんかコメントの中に1個当たりがありました。ほらはいどうぞ。レベル制限、ジョブレベル制限がレベル80吉田だって書いてあるレベル80で、参加登録人数1から8です。でアイテムレベル制限が、層によって違いますね、うんうん、再生編1は500以降234と505、510、510となっておりますので、時間も、1から3層は90分、4層が120分となっております。コンテンツ開放条件です。ファイターソーサラーがレベル80かつクロニクルクエストアテナをコンプリート後にアムアレーンにいる NPC ルーリーに話しかけると解放されます。はい、宝箱についてです。希望の園エデン霊式再生編の宝箱からは各種エデンモーンチェストが獲得できます。エデンモーンチェストは使用するとその時のクラスジョブに対応した装備品が獲得できるアイテムです。加えて希望の園エデン霊式再生編4の宝箱からは武器が直接ドロップしますということで、宝箱から防具やアクセサリーが直接ドロップすることはありません。はいはい、そして、それぞれドロップするもののチェストが以下のような種類になっております、うん続いて宝箱の出現数についてです。パーティー内に攻略済みのプレイヤーが存在する場合、
そのコンテンツで出現する宝箱の数が減少します。加えて攻略済みのプレイヤーには宝箱から出現した報酬再生の談笑を獲得する権利はありません。注意点です。攻略済みのプレイヤーが1人から4人の場合は出現する宝箱の数が1個になります。攻略済みのプレイヤーが5人以上の場合は宝箱が出現しなくなりますのでご注意ください。はい。なお、レイドファインダー申請時、コンプリート目的にチェックを入れることで、その週に攻略済みのメンバーとはマッチングされなくなります。はい、コンプリート時の宝箱を減らしたくない場合は、こちらをご利用ください。うん、続いて、交換用アイテム、再生の談笑について、その週、未攻略のメンバーは、任意のロールの装備品と交換できる交換用アイテム、再生の談笑を各層で入手できます。ここでいう未攻略のメンバーとは、記録されている攻略進行度が現在攻略中の層よりも手前のプレイヤーのことを指します。再生の談笑は、アムアレーンにいる NPC グルグル、またはユールモアにいる NPC ヤールヤルにおいて、各種装備品アイテムと交換できますということで、各部位と必要な談笑の種類とレートが書かれております。まあ再び始まりますな。始まりますね。このねえアラガントの目視と、はい、さらにね談笑を集めていき強化をし、うん、始まりますな。なんか戻ってくる感があります。はい、はい、楽しい、はい。ぜひとも計画的にご利用ください。うん、はい。続きましてアライアンスレイドダンジョン人形たちの軍事基地に以下の変更が行われます。宝箱から得られるアイテムに対する修正源が撤廃されます。うん、人形の古戦に対する修正源が撤廃されます、はい、ので好きなだけ行って獲得してください。うん、続いてレイドファインダーに以下のコンテンツが追加されますということで、極エメラルドウェポン破壊作戦、現タイタン討滅戦、うん、希望の園エデン霊式再生編1から4が追加されます。うん、はい。以下のコンテンツの突入方法がレイドファインダーからコンテンツファインダーに変更されますということで、今まで、レイドファインダーにあった、極ウォリアーオブライト討滅戦、それから希望の園エデン霊式共鳴編の1から4が、うん、コンテンツファインダーに移動されます。うん、続いて以下のコンテンツにおいて全滅後のリスタート時にプレイヤーを強化する超える力が発生するようになります。まず対象コンテンツウォーリアーオブライト討滅戦です。上記のコンテンツは全滅後リスタートのたびに最大 HP、余ダメージ、自身からの HP 回復効果が 10% ずつ上昇していき、最大 50% 上昇します。ただし戦闘時間が3分未満でリスタートになった場合はこの効果は得られません。そしてもう一つ、極ウォーリアーオブライト討滅戦です。上記のコンテンツは全滅後リスタートのたびに最大 HP 余ダメージ自身からの HP 回復効果が 5% ずつ上昇していき、最大で 25% 上昇します。ただしこちらも戦闘時間が3分未満でリスタートになった場合はこの効果は得られませんのでご注意ください。はい。続いてアラガントームストーンにおいて以下の追加変更が行われます。はい、新たなアラガントームストーン目視が追加されます。アラガントームストーン目視は1週間に最大450個まで獲得することができ、最大2000個まで所持することができます。いずれかのクラスジョブがレベル80に到達後獲得できるようになります。ユールモアにいる NPC アイマークにおいてアラガントームストーン目視と装備品の交換ができるようになります。そしてユールモアにいる NPC シータッチにおいてアラガントームストーン目視と交換できる装備の強化を行えるようになります。はい。続いてアラガントームストーンキタンの1週間の、獲得上限が450個から無制限に変更されます。はい。ただし所持数2000個の上限に変更はありませんのでご注意ください。うん。続いて各種コンテンツからアラガントームストーン幻想が獲得できなくなります。パッチ 5.4 では現在所持しているアラガントームストーン幻想は維持されますが、各種アイテムと交換できなくなります。
それらのアイテムは別の方法で入手できます、うん、モーデナにいる NPC オーリアナにおいて現在所持しているアラガントームストーン幻想をアラガントームストーンティタンに交換できるようになります。そしてアラガントームストーン魔点が全て削除されます。魔点お前消えるのか。ね、代替わりですね、うん、はい。続いてコンテンツルーレットエキスパートに以下の変更が行われます。対象コンテンツが変更されますということで、アニドラスアナムネーシスが外れて、マトーヤのアトリエが追加されるということになります。変更後は、漆黒決戦ノルブラントと魔術工房マトーヤのアトリエの2つになります。はい。続いて参加条件の平均アイテムレベルが460から470に変更されます。次です。コンテンツルーレットレベル80ダンジョンに以下の追加変更が行われます。対象コンテンツに国風海底アニドラスアナムネーシスが追加されます。参加条件の平均アイテムレベルが430から440に変更されます。うん。続いてコンテンツルーレット討伐討滅戦に以下のコンテンツが追加されます。エメラルドウェポン破壊作戦が追加されます。続いてコンテンツルーレットアライアンスレイドに以下のコンテンツが追加されます。人形たちの軍事基地が追加されます。コンテンツルーレットノーマルレイドに以下のコンテンツが追加されますということで、希望の園エデン再生編の1から4が追加されます。続いてコンテンツルーレットメンターに以下の追加変更が行われます。まず以下のコンテンツが追加されます。魔術工房マトーヤのアトリエ、エメラルドウェポン破壊作戦、希望の園エデン再生編の1から4が追加されます。そして参加条件の平均アイテムレベルが465から485に追加されます。はい。続いてコンテンツルーレットで獲得できるアラガントームストーンの種類と量が変更されます。以下ずっと表が続いておりますが、うん、起こっていることは、キタンだったところに目視が入り、幻想だったところにキタンが入るということで1個ずつずれる感じになっています、うん。はい。まあこちら随分歴史をね、ね、繰り返してきましたが、はい。そしてところどころ出てくる私学は変わらず私学のままですので、不滅の私学ですよ。でご安心ください。古代人より強いんじゃないですか。私学不滅ですもん。不滅なるものですよ、歴史を見続けている私学、うん。続いてリスキーモブ討伐時に獲得できるアラガントームストーンの種類と量が変更されます。こちらも一緒ですね、うん。幻想だったものがキタンとなり、キタンだったものが目視になるということになっております。はい。こちらも私学は私学のままです。続いて同じですね、ディープダンジョンで獲得できるアラガントームストーンの種類が変更されます。こちらも同様です。続いて宝物庫リエギアダンジョンで獲得できるアラガントームストーンの種類が変更されます。続いて南方ボズヤ戦線のクリティカルエンゲージメントで獲得できるアラガントームストーンの種類が変更されます。こちらもキタンが目視になります。そして南方ボズヤ戦線のスカーミッシュで獲得できるアラガントームストーンの種類が変更されます。こちら幻想だったのが目視になるということで、いや思えば、トームストーンの入手場所は増えたもんですね。そうですね。アラグがなかったら我々どうしてたんだろうなってトームストーンで、はい。ので、もう今日どこに行っても何らか手に入るということになっておりますね。うん。はい。続いて、木人討滅戦のチャレンジリストに以下のコンテンツが追加されます。うん。極エメラルドウェポン級エデン再生編級、うん、そしてエデン霊式再生編の1級から4級の全、6種類が追加されるので、皆さんぜひ久しぶりに叩く日が来たぜ、ね、木人と向き合う日々。いや向き合いますよ。もう装備また更新されるんで、ね、向き合う日々ですよ、はい。意外とねあれ、まあ、フレーと、まあ僕だって知らないフレンドが結構いるじゃない、はい、そうですね。こうよく黙人前で議論するわけですよ、うん、どっちのスキル回しがいいかねみたいな。
例えばまあクロマだとスペルスピードはいくつがいいかねとか、うん、まあそのねこう俺は、まあ、その 中の人格ね、はい、その俺はあのヨシピー信者だからスペルスピード上げてんだよねみたいな。なるほどね、はい、言っていかないと。いやな、楽しみなんですよね。はい、ぜひとも挑戦してコンテンツに挑んでみてください、はい、続いてガンゴッシュにおいて以下の追加が行われます、まずガンゴッシュにロストボックスが配置されます、ガンゴッシュにいる NPC セロウシュから現在の所持 戦果現在の所持戦果量およびレジスタンスランクを確認することができるようになります。本機能はクエストクリティカルエンゲージメントに挑めをコンプリートすることで解放されます、うん、ガンゴッシュにレジスタンスの鑑定係が配置されます。レジスタンスの鑑定係の機能はクエストロストアクションを放てをコンプリートすることで解放されます、うん、ガンゴッシュにレジスタンスのロックピッカーが配置されます、うん、ということでもろもろガンゴッシュで行えるようになりました、はい、続いて南方ボゼア戦線においてロストアクションモノマネの選択対象がパーティーメンバーから全てのプレイヤーに変更されます、南方ボゼア戦線のレジスタンスの情報証拠に戦果記録の交換その他が追加され戦果記録をボゼア古戦に交換できるようになります、うん、本機能はサブストーリークエスト聖剣セイブザクイーンをコンプリートすることで解放されます、はい、ボゼアン装備においてヘルプテキストがボズヤ戦線専用効果からセイブザクイーン専用効果に変更されます、まあ、ここら辺は着々と 5.45 で実装されるグンヒルド・ディルブラムへの対応が始まっている感じです、ね、はい、はい、でこちら効果に変更はあります、はい、続いて禁断の地エウレカにおいてロゴスアクションロゴスサクリファイスのヘルプテキストが変更されます、ロゴスサクリファイスの説明変更前変更後載っておりますが、死の宣告となっていたところがサクリファイスというのに置き換わっております。でこちらステータスサクリファイスの効果は死の宣告と同様にカウントゼロで戦闘不能に陥る状態を指します、うん、はい、続いて PVP 全般です。PVP アクションにおいて以下の調整が行われます、はい、ということでこちらも各ジョブ、文句、侍、原始人、講師、踊り子、学者、先生術師と変更が上がっておりますので、はい、ご覧いただければと思います、うん、やっぱり文句が多いですね。そうですね、はい、これも同様ですか。シップ人雷の影響により多くなっている感じ。まあシップ人雷削除されているので、はい、そういうことです、はい、はい、そこが一番でかいです。ので皆様、はい、ぜひ自分のジョブはご確認ください、はい、ということでバトル関連はここまでとなります。はい、ありがとうございます。でここらで一旦休憩を挟ませていただいて、そうですね、はい、で後半アイテム関連に、はい、というところでございます。休憩が今が9時25分なので、うん、35分大丈夫ですか。はい、はい、では、10分間休憩いただいて、後半は午後9時35分から再開したいと思います、はい、それではどうしました。いやいや休憩させてくれるんだみたいな。朗読会は、ね、休憩できる。まあ、まあ、別に休憩させないつもりでやってるわけじゃないんだけど、あのよかれと思って言えるのと結果休憩以外そのもう吉田この休憩中声直してって書いてるんですけど残念ながらタバコ吸いに行くんだよな。むしろ悪化すんじゃねえかみたいな。ありがとうございます、はい、それでは一旦休憩です。また後ほどお会いしましょう、はい、we'll be right back.
はい、戻ってまいりました。はい、戻ってまいりました。ファイナルファンタジー14パッチ 5.4 パッチノート朗読会をお送りしております。はい、よろしくお願いします。はい、ここからは後半戦ということですが、アイテム関連、これ大きな山はアイテム関連、アイテム関連私ってシステム関連で解説するじゃん、はい。じゃあそれでいきます。あのね、はい、いやそのコーヒーを盛大に吹き出したから あの喉の調子が悪いって言ってたじゃない。でなんか喉飴やめろとかあったんですよ。喉飴なんて置いてなくて代わりにタバコを吸ってあの周りにある飲み物を見たらコーヒーしかなかったんでまたコーヒー飲んでますすいません。コーヒーに罪はない。うん、コーヒーにも罪はないな。タバコにも罪はないな。そうですね、うん、じゃあ続けていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。アイテム関連です。新たなアイテムが追加されますということで、まあ、パッチ 5.4 で追加されるアイテムは後日追記しますなんですが、うん、冒頭ちょっとご説明させていただいたものがここにあります。はい、魔術工房マトーヤのアトリエおよび希望のそのエデン再生編で入手できる腰装備アクセサリーのマテリア穴の数についてです。うん、上記コンテンツで入手できる、帯、うん、装備、アクセサリーのマテリアーナの、設定に誤りがございました。はい、マテリアーナが2つ、空いている状態になってます。本来の設定ではマテリアーナは1つとするのが正しいのですが、うん、パッチ公開直前で判明しパッチリリース前および同タイミングでの修正が間に合わないこと並びにパッチ公開直後に入手可能な状況であること、その性能を前提としたレイドレースが進行する可能性を踏まえて検討した結果、対象の帯装備アクセサリーに関してはマテリア穴の数が2つである状態をすいません使用とさせていただいております。はい、希望のそのエデン霊式再生編で入手できる装備品や今回実装されるクラフターが制作する装備品X-ARC シリーズとのバランスが、まあ、これまでのレイド実装のタイミングとはちょっと異なる状況が発生しますが、すみません、何卒ご了承ください。なお、X-ARC シリーズの、帯装備、アクセサリーに禁断のマテリア装着を最大まで施した場合には、こちらの方が強力、あるいは、まあ、ごく僅差な性能の装備になるということに関しては、変わりありません。パッチリリースの直前に判明したこととプレイヤーの皆さんには不利益とならないことから今回は使用とさせていただきましたが、今後問題の発生原因やチェックフローの再確認を行い、再発防止に努めてまいりたいと思います。申し訳ございません。大丈夫かな。大丈夫かな。そうですね、うん、まあちょっとねアイテムの数が多いので、はい、ちょっと目視がまあもうあれですね、特定装備の場合もそもそもアイテムを生成するときに、うん、この系統のアイテムにはマテリアな2個以上パラメータ設定しようとするともうエラーが返ってくるみたいな、ちょっとツール側をもう強化していかないとダメかなとは思っているので、うん、ちょっとその辺を含めて再発防止に、努めてまいりたいと思います。すいません。はい、はい、あの目視で確認定っていう方いるんですけど、うちの QA チームってシステムチェックだけだと単純にシステムのバグでさらにエラーが出る可能性があるから、うん、システムチェックと目視もね両方やってるんですよ、うちの QA チーム。そうですよね、まあ、本当にね、あのスタッフには頭が下がります。まあ莫大な量毎回入るんですけど、もうちょっと直前だったので今回は粘ってね、なんとかサーバー差し替えだけで修正しようとしたんですが、まあ、どうにもならずでパッチを送らせるかどうかということだったので、まあ、今回は不利益ではないということを判断してこうさせていただきました。すいません、ご了承ください。はいはい、次進んで大丈夫ですか。はい、参りましょう。新たな制作レシピが追加されますということでスクリーンショットもございます。はい、パッチ 5.4 で追加される制作レシピは、後日追加さ、追記させていただきます。はい、以下のアイテムの装備条件が変更され性別に関係なく装備できるようになりますということで、細々というかマイパッチごとに続けているジェンダー対応というやつですね、はい、こちらに、
ピックアップされているアイテムが今回性別に関係なく装備できるようになっております。はい。以下の同装備において一部客装備と組み合わせた際の表示設定が変更されます、うん、ということで、これによりこれまで非表示になっていた一部客装備が表示されるようになります。これまあ膨大なアイテム数があって、まあ、どうしてもこれまでこうなんていうんですか、定型の仕様でこう消してたとか、はい、あとまあ絶対に潜り込みが発生するからもうやりたくないみたいなのをいろいろやってたんですけど、うん、もう今回、キャラクターモデリングチームからですね、これでやっぱり破綻するものもないわけじゃないんだけど、うん、できる限りプレイヤーの皆さんが、ミラプリをこっちの方が楽しめそうだということなので、すごいコストをかけて調整や検証をしてちょっと仕様を変えさせてもらうことで、ミラプリしやすくするみたいなことをやっております。はい、はい。以下のアイテムの名称が変更されますということで、こちら、手形周りが変更となっておりますので、うん、ご注意ください、はい。一部のアイテムにおいて売却、アイテム分解、希少品調達での納品ができるようになります。これも定常追加ですね、はい。アラガントームストーン私学同盟希少セントル希少と交換できる指輪からレア属性が削除されます、うん、まあ2個つけれるようになる、はい、同じもの2個つけると、まあこれも新規の方対応して、うん、よくわからない、なんでこれ2個つけられないのみたいなのをちょっとなくしていこうという、ね。アラガントームストーン交換で入手していた装備を強化後装備と交換するショップにおいてこれ喋りにくいね確かに。アラガントームストーン交換で入手していたアラガントームストーン交換で入手していた装備をまでが集合ってこと、ね、これ分かりづら。強化後装備と交換するショップにおいて未強化の装備とアラガントームストーン私学100個で強化後装備と交換できるようになります。もう日本語調整すればよかったな、これわかんないね、これなるほど、なんかもうちょっといい言い回しないかな、これまあもうちょっとあれか主語を長く説明するしかないのか、例えばを書くとかかな。そうですね、例えばでもパッチが進むとまた古くなったりするからなあ、まあまあ分かりますよね、多分ね、うん、分かりますよね、はい。これに伴いすでに入手できなくなっている強化素材アイテムが必要アイテムから削除されます、はい、いよいよ整理が進んでいくということですね。私学で代用できるようになる、はい、そうですね、はい、はい。スクリプト取引窓口において交換できるアイテムが追加されます、うん。さらに以下のアイテムから EX 属性が削除されマーケット取引売却できるようになりますということで、製図用紙ですね、うん、はい。続いて以下のクラフターアクションの効果が変更されますということで、こちら、確認の方をお願いいたします。はい。ギャザラーに新たなアクションが追加されますということで、うん、採掘師と園芸師、2つのギャザラークラスに対してこちらが追加となりますので、まあ、ぜひ使用してみてください。はい、はい。既存のギャザラーアクションに以下の変更が行われますということで、うん、かねてからお知らせしていた、フィッシュアイの効果ですね、こちら変更となりますので、まあ、ぜひねこれを機に申請エリアとか想定エリアとかするのが楽になる魚がいますので、ぜひお試しください。フィッシュアイの効果変更に伴い以下の調整が行われます。これまでフィッシュアイを使用しないと出現しなかった魚が使用せずとも出現するようになります、うん。この影響により一部の魚のヒットする確率が低下し、難易度が上昇しないようヒット率の調整が行われます。フォッシルアロワナの釣り絵がグラナイトクラブから、マグマワームに変更されます。カペリンの釣り絵がツチモからストーンラバーに変更されます、うん。そして以下のギャザラーアクションが削除されますということで、こちら
いよいよギャザラにも手が入り始めましたということで、はい、削除されております。注意ください。うん、で最終ポイント、漁場の高低差の表現が追加されます。ついにクエストだけではなく、最終ポイントにも今回ね、ナビマップで素晴らしい求めているのはあなたより低い位置にあるよ、高い位置にあるよっていうのが、まあ、これはもう相当手作業ですから。ですよね。はい。頑張ってくれております。最終手帳においてロエナ紹介取引のアイテムが記載されるカテゴリーが変更されますということで、スペシャルに、収集品取引その1とその2が、カテゴリー変更されておりますのでご注意ください。うん、漁師において魚に警戒される前に警告が表示されるようになります。なるほど。周辺の魚が警戒し始めている、うん、そろそろ別の釣り輪に移動した方が良さそうだ。ハイデリンの声なんですかね、これ。何か感じているものがあるんでしょう。うん、あ、警戒し始めてるぞって。すごい。しかも自分じゃないんだよね、これね。第三者ですよね、これ、明らかに。自分なのかな、それとも。はい。聞いて感じて考えて。うん。そういうことですね。はい、釣り手帳において以下の追加変更が行われます。一部の魚に釣るために必要な条件が追記されます、はい、注意書きです。条件に変更はありません、うん、漁営の情報が表示されるようになります。注意書きです。パッチ 5.4 実装前にその漁場を発見済みの場合でも釣り手帳上では未発見のスポットとして表示されます、うん、再度その場で採集を行うと漁場の情報と過去に獲得したことある魚が表示されますので、すいません、ご注意ください、はい、データ上の設定でこうせざるを得なかったいう感じです。採掘士園芸士の収集品採集において以下の、追加変更が行われますということで、はい、UI 一新、うん、遊びが、増えておりますというかリニューアルされております、うん、負荷が削除されます。採集する際収集価値がランダムに変化する仕様が削除されます。アクションで上げた収集価値の数値のままアイテムを採集できるようになります。採集する際のウィンドウにおいて、希少度が、収集価値に変更されます。採集する際のウィンドウにおいて採集場所の耐久括弧残り回採集回数や GP が表示されるようになります。採集する際のウィンドウにおいてウィンドウ内から収集品に関連するアクションを実行できるようになります。まあこのウィンドウから直接実行できるようになる、はい。ステータス収集品採集を付与していなくても収集品が採集できるようになります、まあ、専用になったということですね、収集品として採集することのみを目的とした一部のアイテムが収集品としてのみ採集できるように変更されます。これも分かりづらかったのでそうなりました、はい、クラフターと同じですね、該当のアイテムには採集手帳に収集品を示すアイコンが表示されます。ロメナ紹介取引の収集品取引の納品アイテムが全て変更されます、うん、これまで納品対象だったアイテムは収集品として採集できなくなります。すでに収集品として採集していたアイテムはモーデナにいる NPC 収集品回収窓口で納品できます。はい、はい、まあちょっとクラフター の, あの収集品も変更されるのかしらという疑問の声があったんですけど、この変更は、採掘士園芸士の収集品採集に限ったお話ですので、はい、ご心配なさらずで大丈夫です。はい、はい。お得意様取引において採掘士園芸士で納品する際、各段階の報酬を獲得するために必要な収集価値の上限が引き上げられます、うん、注意書きですが加減に変更はございません、はい。生鮮において以下の追加変更が行われます。生鮮に必要なアイテムを採集できる、黒鉛の採集場所の場所が変更されます、採集できるエリアに変更はございません、生鮮純度、収集価値に、変更となりますので用語ご注意ください、収集価値に応じて最大3種類までのアイテムが入手できるようになります。これに伴いですね、これまでの、入手されてたアイテムの各アイテムの入手量が今回調整となっておりますのでご注意ください。収集価値に応じて稀に得られていた HQ のアイテムが、収集価値に応じて必ず HQ のアイテムが入手できるように変更されます、入手できるアイテムに変更はございません。
収集価値を高い数値で採集した際、稀にボーナスとして通常よりも多い個数のアイテムが入手できるようになります。まあ、ボーナスっていうのが出た時はそれが発生したと思ってください。制作レシピの素材としても使用できる以下のアイテムが収集品として採集できなくなります。これ、パッチ 5.4 実装前に採集したアイテムは収集品のままで、生鮮も行えますということで、こちらにアイテム名が上がっており、これに伴い生鮮が行える収集品、収集品採集用アイテムが新たに追加されております。はい、はい、こちらとなっております。まあ、ここはあの書くとね、すごいテキストだと複雑になっちゃうんですけど、うん、まあ、やっていただければすぐ分かると思うので、ぜひぜひ2人ともデバフついてるなって。違うんです、今吉田さんのコーヒーと同じことが今私のお茶で今起こりかけた。あ、いや、まだね、あの危ない殺されるとか、いや全然軽症ですよ私本当吹いてないからね。俺だって最後そのコーヒーあのぶちまけるとき白いの着てる今日から、確かにこうって最後はっガバーみたいな。そうですよね、確かに危ない。ここはキーボードにかかんなくてよかった、地面向いたもんね俺。そうです、うん、何を犠牲にするかをちょっと考えて。あれ結構ね、あれとっさの判断折れないですって思いました、ね、地面は拭けばいいと思って。確かに、続いて はい、すいません、行きましょう。採掘し園芸所、喋ってたらね、俺ちょっと落ち着いてきた、うん、黒鉛の採集場所において以下の追加変更が行われます。同じレベルの採集場所で採集できる箇所が1箇所から3箇所に変更されます。あ、ですね、はい、うん、いずれかの属性クリスタルが必ず採集できるようになり、同じ属性のクラスターが稀に出現するようになります。そしてですね、新たな採集ポイントが追加されます。採集ポイントで新たなアイテムが採集できるようになります。釣り場で新たな魚が釣れるようになります、うん、長いな結構確かに変わっといても、はい、いやでも生き切るか、どうします、生き切るか、システムも結構あるぜ。それはそれで結構ありますね。いや生き切ろうじゃん喉を休めておいて、はい、オーシャンフィッシングにおいて以下の追加変更が行われます。新たな航路が追加されます。新たなボーナスが追加されます。新たにミッションが実装されます、うん、ミッションはコンテンツ開始時に専用ウィンドウに表示され、自身で条件となっている魚を釣り上げることでミッションを進行することができます。規定の数の魚を釣り上げることでミッションが達成でき、達成したミッションの数に応じてコンテンツ終了時にボーナスが付与されます。これね、みんなであの開発チームで、はい、テストプレイをやってた時に、うんうん、やっぱりね、この個人ミッションが追加されたことでみんなね、ちょっとね、燃えてるのよ。で、ちょっと待った、このミッションのこの魚条件はとか、みんなこうズームで言い合いながら試してくださいみたいなこれね、良かった。あのすごく、なんていうの、システマチックに見えるかもしれないけど、うん、目標があるっていうのはね、とても良かったので、ぜひね、やってみてください。はい、俺もね、カニ13ってみたいなので、はい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 、9まで行ってからね、4が釣れなくてまあぜひぜひ、まあ、最終的にはね、綺麗にあのクリアできるような値にはなってるので、はい、目指してもらえると、はい、途中退出をした場合、次回受付時まで再入場ができなくなります、うん、これ他のコンテンツには申請できます。あの限界流が来なかったら抜けるみたいなやつですね。あ、はいはい、まあ、その代わり限界流も調整してあるんで、うん、まあ、ちょっと後で出てきますが、はい、釣り場ごとに10種類以上の魚を釣り上げるボーナスの達成条件がパーティー人数によって緩和されるようになります。各釣り場の終了時のパーティー人数が8人の場合は10種以上が達成条件ですが、7人の場合は9種以上、6人以下の場合は8種以上に緩和されていくようになります。限界流が発生しなかった場合、次の、釣り場スポットでの限界流の発生率が引き上げられるようになります。これもね、チェックしてるときに、次の釣り場確率上がりますみたいなそのあの船長かよみたいな、確かに感じで面白かった。限界流が発生しなかった場合や、限界流が発生している状態で次の釣りスポットへ移動した場合、その航路で次回発生した限界流の時間が長くなるようになります。なるほど、そうなんですよ、ボーナスがかかっていくみたいな感じですね
水産物サイレンサーザチョッパーにおいてアクションダブルフッキングの効果で、増加する獲得数が引き上げられます、うん。禁断のマテリア装着を実行依頼する際に、うん、一度に複数のマテリアを用いて禁断装着ができるようになります。マテリア装着実行依頼画面でまとめて禁断装着を実行する依頼するの項目を選択すると禁断のマテリア装着が成功するまで高速で複数回実行されます。先般はい、PL でご覧いただいた通り、ね、高速なんてもんじゃないです。じゃなかったですね。超高性能サーバーであっという間に計算をして送り込むという、はい。そして私 PL で、これをやったのに、割れず一発で成功するというようなことをやらかしており、私明日自分のプライベートキャラが本番がね、やってまいります。手持ちのクラスターを全部使い尽くしても禁断が終わらないんじゃないかという恐怖に、現在怯えております。装着が成功するまでの間に失敗して失われてしまったマテリアの数はログメッセージウィンドウに表示されます、ね。その過程で武略のメガマテリア107個が粉々に砕け散った。武略のメガマテリジャ143個が粉々に砕け散った。これ下段は成功してないんですよね。下段は成功しないまま143個割れたってことですよね。これいやこれちなみにこのスクリーンショットを撮るまでにどれぐらい、確かにだって143割れても入らないっていう、結構苦労しました。なんで M2 に禁してるんだっていうのはこれが理由です。1%でも下げてこれを撮りたかった、これを撮りたかったらダメです。確かにね。NQ でこの色取るために NQ でやったの。パー。あの皆さん結構誤解してたよね、でも。そうですね。というわけで、皆さんが悲しいこのメッセージを見ないことをできるだけね、私ね祈っております。はい。明日は我が身。そうですね。はい、禁断される方。もしぜひいい数字が取れた場合は。あ、そうみんなにね、ツイッターに投稿するなどして、ね、みんなで供養していこう。はい、もう1回でハマる可能性もあるわけで、本当ですよ、はい、自慢していい、はい。マテリア装着依頼の注意点です。他のプレイヤーにまとめて禁断装着を依頼するで依頼をした場合、報酬の支払いは実行時に失われたマテリアの数に関わらず1回のみですなので、はい、お前50個あったから報酬下げるわみたいなのはないんで、はい、お願いしたらその時の額で、ね、そうそう、ただですよ割ってしまった側のね、はい、気持ちも加味した分報酬を支払いいただければと思います、ね。分解において分解スキルの上限値が490から510に引き上げられます、うん。そして新たなマウントが追加されます。今回もね多数のマウント追加されてますので、ぜひですね探し求めていただければと思います。そして新たなチョコボ装甲が追加されます、うん。新たなミニオンが追加されますということで、まあ、代表的なやつちょっと、出てますね。何としても売っていきたいらしいですよ、あのキャラ、はい。で新たなファッションアクセサリーが追加されますということで、もはやどこの人なのかが本当ですね、まあ、傘も、ね、傘もポップな感じで、マウントにおいてEX ホットバーから実行するアクションがバトルエフェクトに変更されます、はい。これによりメインコマンドキャラクターコンフィグバトルエフェクト設定を変更することで非表示にできるようになります、うん。はいはい、放送でねバンバン撃たれて、ああそうそう消えねえみたいな消えるようになるかな。そうですね、自分で制御できるようになります。そうですね、撮影するときとかね、はいはい、やれるかなと。はい、混雑地などでご活用ください。はい、それでは交代します。システム関連です、まずはアチーブメントにおいて以下の追加変更が行われます。新たなアチーブメント称号が追加されます。一部アチーブメントを達成するための対象コンテンツに以下が追加され、また原芝倒滅戦が削除されますということで、ご覧の通りですね、はい、高難度コンテンツ周りとか新コンテンツ関連のものが追加になっております、うん。続いてコンテンツファインダーにおいて攻略後のコンテンツを好きなように探索できる自由探索が実装されます。マウントやミニオンを呼び出すなど通常のコンテンツ中
はできないことができるモードです。普段はゆっくり回ることができないダンジョン内を観光したり、気の合う仲間とグループポーズで撮影会をするなど、ぜひ自由に探索をお楽しみください。突入方法です。コンテンツファインダー設定で自由探索での参加を選択します。レベル制限や制限時間、突入人数はコンテンツに準拠しますが、人数の上限に達していなくても現在パーティーを組んでいるメンバーで突入できます。ただしパーティーメンバー全員がそのコンテンツをコンプリートしている必要がありますのでご注意ください、はい、ということで、設定画面のスクリーンショットが出ております、うん。はい、続いて対象コンテンツです、ご覧の通りとなっており、うん、要は漆黒の ID ということですね。そうですね、はいはい、で最新的屋のアトリエも入っております、はい。そして、注意点ですが、対象コンテンツは今後のバージョンアップで、追加予定ですということになっておりますので、うん、今回なくてもお待ちいただければと思います、はい。続いてここでできることです。自由探索でできることですが、マウントに騎乗する、ミニオンを呼び出す、ファッションアクセサリーを使用する、ジョブチェンジ、クラスチェンジ、うん、突入中のコンテンツのレベル制限に関係なく、うん、バトルジョブおよびバトルクラスであれば自由にジョブチェンジ、クラスチェンジできます、はい。そしてリミテッドジョブである青魔導士にもジョブチェンジ可能です、はい。そして木人召喚、うん、自身の足元に木人を召喚します。専用の UI から木人召喚、木人削除を押すことで自由な場所に設置削除が行えます。ただし木人を紹介できるのは、召喚できるのは1プレイヤーにつき1つです、うん。ということで、この召喚削除のスクリーンショットこんな感じになっております続いてリミットブレイク、レベル1からレベル3まで好きなリミットブレイクをいつでも回数制限なく実行できます。複数人で同時に使用することもできます、ただしリミテッドジョブである青魔導士はリミットブレイクを実行できませんのでご注意ください。リミットがブレイクできないからリミテッドジョブだということですね、はい、いいですね。いつでも回数制限なく実行できます、はい、夢のある表現です、続いて簡易移動自由探索での簡易移動はコンテンツ内の全ての簡易移動先から自由に選択できますということでぜひご活用ください、はい。続いてリテイナーベンチャーにおいて以下の追加変更が行われます。採掘師、園芸師のリテイナーの調達依頼に新たな項目が追加されます。掘り出し物依頼において以下の追加変更が行われます。リテイナーのレベルが上限まで達していると入手できるアイテムが追加されます。うん、リテイナーの装備がより良い装備であると HQ アイテムが入手できたり、アイテムの個数が増えたりするようになります。これに伴いリテイナーの装備によって入手できていた希少な掘り出し物という要素が削除されます、はい、もう一つにまとめました、うん、はい、はい。続いてこれまで獲得できていたアイテムが一部入手できなくなります。そして獲得経験値がリテイナーのレベルごとに固定されるようになります、うん。続いてコンテンツリプレイの対象コンテンツが変更されますということで、変更前は、極ハーデス討滅戦、複製された工場廃墟、希望の園エデン霊式虚名編4だったのが、パチ 5.4 では人形たちの軍事基地、それから極ウォーリアーオブライト討滅戦の2つとなります、はい。続いて新たなカラーテーマクラシックが追加されます。メインコマンド、システムコンフィグ、カラーテーマ設定から変更できます、うん。またクラシックの追加に伴いカラーテーマの設定方法がドロップダウンリストから選択するように変更されますということで、スクリーンショット出ております。はい、ぜひご活用ください。懐かしいですね。いいですね、はい。パッチ 5.45 で実装予定のバトルコンテンツ、グンヒルド・ディリューブラム霊式における48人アライアンスに対応するため、うん、以下の改修が行われます、はい。アライアンスを組んだ際、パブリックフィールドでのハッド表示が変更されます、うんうん。コンテンツ中は従来通りのアライアンスリストが表示されます、はい、ということで、スクリーンショットのような表示に変更されます、うん。そしてレディーチェック、リプレイチェックの UI に返事をした人数と、
現在の全体の人数の表示が追加されます。うん、スクリーンショット右上肩の部分ですね。はい、これもそうですよね。48分のとかなるから、数字見えた方が便利だろう。はい。はい、続いて、パーティー募集でアライアンスの募集をかける際、自分が所属するパーティー以外を全て募集対象外に設定した状態でも募集をかけれるようになります。うんうんうん、なるほど。続きまして、コンテンツファインダー設定に以下の項目が設定されます。まずレベルシンク状態での参加、人数制限解除を設定している時のみ指定できます、うん、そして自由探索での参加、はい、こちらが追加されます。続いて、コンテンツファインダーにおいてコンテンツルーレット名称およびデイリーチャレンジ名称の表示が省略されるようになります、うん、ということで、変更前後比べていただくと全部すっきりしたなということで、コンテンツルーレットをなくしましたね、はい、なくてもね、はい、分かります、はい、ということです。続きまして、コンテンツファインダーのルーレットカテゴリーにおいて不足ロールボーナスの対象となっているロールがアイコンで表示されるようになります。この表示は一定時間ごとに自動的に更新されます。まあ、これはね、一個ずつ確認しなくても済むようになったんで、はい、これいいですね。パッと、はい、しかも自動で更新されるっていうのがまた素晴らしい、はいはい、のでぜひともご活用ください、うん。続いて、フリーカンパニーやリンクシェルなどのコミュニティ作りを支援する公式ウェブサイト、コミュニティファインダーにおいてショートカットボタンが以下の UI に追加されます。ということで、該当の UI がずらっと表示されておりますが、うん、どのように表示されるかの例がその下のスクリーンショットに出ております。右肩の部分に青色のボタン、背景のボタンで、ボタンが追加されておりまして、こちらを押すとコミュニティファインダーが開く。これね、はい、実は最初なんかあれだったんですよね、文字っぽかったんで、うん、文字っぽかったっていうか分かりにくいんですよ。とにかく本当はなんかと、うん、もっとねダイレクトに、はい、友達を探すとか、まあ、やりたかったんですけど、ちょっと今回はまあアンカーすると出てくるヘルプの方で、うん、まあ、それを分かりやすくしてあって、もうちょっとね動線今後考えていきたいです。これなるほどなるほど、はい、そうですね、うん、でコミュニティファインダーは本当にご活用いただくと役立ちますので、はい、本当にぜひ登録もたくさんいただいてて活用してもらってるん で、ね、よりここへ動線ちょっと強くしていきたいかなとは思ってます。はい、はい。次です。クエスト情報へのショートカットリンクをチャット欄に貼り付けられるクエストリンク機能が実装されます、うん。ジャーナルのクエスト詳細下部にあるボタンを押すことでチャット欄にクエストリンクが発信されます、うん。受信したプレイヤーがクリックすることでジャーナルの該当クエストを開くことができ、プレイヤー間でクエストの詳細を共有しやすくなります、ただし自身のジャーナルに登録されていないクエストのリンクをクリックした場合、クエストの詳細は表示されません。もう徹底したネタバレ対応ね。ネタバレは防止できます。はい。ということですね。続いて、グループポーズにおいて以下の追加変更が行われます。キャラクターの表示設定のページにおいて、ゲームパッドでキャンセル操作をした時のカーソル遷移が調整されます。続いて、カメラのロール角の調整の設定値が以下のように角度で表現されるようになります、うん。0から200となっていたものがマイナス180から180ということになります、はい。続いて、グループポーズのステッカーモードにおいて以下の追加変更が行われます、うん。新たなステッカーが追加されます。ステッカーモード中に UI 非表示スクロールロックを実行してもステッカーが表示されたままになります。テキストステッカーのキャラクター名、日時、エリア名、コンテンツ名についてステッカーの編集から保存復元の基準位置を設定できるようになります。こちら左、中央、右で設定します。ステッカーの編集のサブコマンドからステッカーをすべて削除するを選択した際、確認ダイアログが表示されるようになります。マウスオーバーしているステッカーが強調表示されるようになります。ステッカーを選択した状態でのサブステッカーの角度や拡縮率をそのまま維持して複製を行う機能が追加されます。ステッカーを選択した状態で以下のキーボードマウスの操作でステッカーを動かせるようになります。ということで、動かし方が下の表の通りとなっております。
ステッカー渾身の。いや、はい、SNS でね、このステッカーの画像の、ハットキャットのステッカーのブチの色ね、うん、ちょっと上に上がっていただいて、ステッカーのスクリーンショット出せますか。はい、ここね、逆やんっていう。ハットキャットのブチ、すいません、こちらミスをしましたので、は左右の話をさっきしましたが。ここでも左右問題、すいません、これバグですので、バグでしたか、後に差し替え、すでにバグ登録しましたので、差し替えさせていただきます。ご指摘いただきまして誠にありがとうございます。はい、正しい状態は向かって右側に黒いブチがあるのが正しいということでございました。はい、ありがとうございます。はい、続いてまいります。How to において、以降の How to 表示をオフにするチェックボックスが削除されます。キャラクターコンフィグ、ユーザーインターフェース設定全般から How to の表示オンオフを設定できます。まあこれね、はい、僕が別に何だろう、書いたりチェックすごいやってるから右から消させねえぞみたいなことではなくて、はい、今のあのチェックボックスが以降 How to を表示しないしか書いてなくて、うん、今この How to を表示しないのかなと思いきや、意外に全部出なくなるでしょ、事の重大さが、ね、そうそう、分かんないので、そこをもう全部オフにしたいっていう強い動機を持ってオプションで切ってもらうっていう風にしないと、はい、ずっとそれ以降ハウトゥーあるのに分かんないままになっちゃうので、うん、ちょっとこれ変えさせていただいてますのでご注意ください。はい、はい、ご注意ください。続いてサブコマンド、この素材から作れるものを確認が以下の UI からも実行できるようになりますということで、新たに対応する UI がリストされておりますので、これも便利なんでぜひご活用ください。はい、続いてサブコマンド、所持状況を確認するを実行した際、検索対象が最新状態でなかった場合は注意文が表示されるようになります。ログに最新の情報ではない可能性がありますという注意文が表示されます。注意点です。所持状況を確認する機能はご利用の環境上に保存されたデータを元に検索をしているため、うん、リテイナーの所持品などが最新状態となっていないことがありえます。この注意文が表示された場合には、一度リテイナーを呼び出すなどしてプレイ中のデータを最新状態としてから再度実行することをお勧めします。あれですね、僕のように会社と、はい、自宅でやっている場合、うん、それぞれの PC の環境の中にある、データがずれていて、はい、そうですね、家に帰ったらよく最新じゃなかったりするんで、はいはいはい、まあ、この辺そういう人はちょっと、うん、気をつけておいた方がいいかなと。はい、はい、続いてジェネラルアクションフライングマウントルーレットがアクションリストマウントリストから削除され、以降はマウントルーレットに統合されます。全てフライング対応できたからですね、この日がついにとですね、はい、ただしすでにホットバーに登録している場合や、うん、テキストコマンドで指定した場合はトゥーライドリアクションを実行できます。はい、そうですね、これは急遽変わってしまわないようにそうさせていただいてます。はい、はい、続いてシステムコンフィグ、画面設定、高解像度時の UI サイズ設定に 300% の項目が追加されます。はい、こちら Windows 版 Mac 版のみの対応です。うん、これに伴い各段階が利用可能になる解像度の下限値が調整されます。うん、ただし敷地近辺の解像度に設定している場合、キャラクター選択画面などで一部 UI が重なって表示される場合もありますのでご注意ください。まあ、だんだんね、高解像度対応、はい、まあ、じわじわやっていっております。はい、はい、そして続いては新たなテキストコマンドが追加されますということでスラッシュペイントブラックペイントシリーズですね。そしてその下にフェイクスマイル、なるほど、作り笑いの表情をするフェイクスマイル、なるほど。続いて、定型文辞書に新たな用語が追加されます。はい、プレイステーション4版の変換辞書に用語が追加されます。続いてはお願いしてよろしいですか。そうですね、いよいよこの項目がやってまいりました。はい、リニューアルしております。今回ですね、パッチ 5.4 大変多くのコンテンツがございまして、サウンドディレクターの素研の方から、はい、いいですか直樹さん、別にクレームじゃないんですよ。ただ覚えておいてほしいんですけど、いつも拡張パッケージを制作する時の
バトルコンテンツ、バトルコンテンツに限った、はい、サウンドエフェクトの数はおおよそ1000です。1000、拡張の時、拡張の時、拡張の時バトルコンテンツに限って言えば1000個ですよ。翻って今回、うん、パッチ 5.4 の、はい、バトルコンテンツの SE の数600個ですと、覚えておいてくださいってなるほど言われまして、あ、まあすいませんと。なるほど。で、どうやって捌くのっていう話をしたらですね、はい、14サウンドチームだけでなく、スクエニのサウンドチーム全体的にいろいろ大型タイトルがちょっと終わり、若干、助けに来るよっていう人たちがいて、一、まあ、回ちょっと14のサウンドもやってみたかったんだよねって言ってくださる方も多かったそうで、あらら、スクエニサウンズの、力を結集して、なるほど、皆さんの総力が集結した、実装してくれたよみたいなクレームではないんですよね。繰り返しますけど、まあ、覚えといてね、あ、覚えといてほしい、覚えといてね。なるほど、なるほど。というわけで、今回からですね、はい、サウンドというのは、うん、BGM だけではないんだと。なるほど。 SE もなんだと、はい、いうこともございますし、でここにはね、こう書いてあるだけなんですけど、僕は改めてその素見から申し渡されたことも含めて、はい、こう読み上げたいと思います。ぜひ皆さんもご賞はいただけると幸いです。新たな BGM と多数の SE が追加されますよ。別にね、 BGM が多数じゃないって言ってるわけじゃないんですよ。今回 SE がまた破格でしたということを込めて、はい、お伝えしていきたいと思います。今日ね、この放送対応してくれてる、キヌゴーがね、大きくうなずいてくれてるんで、ありがとうございます。よかったんだ。では戻りますが、はい、戦闘開始カウント実行時の SE の種別が BGM からシステム音に変更されます。お、うん、あ、なるほどね。つまりこれウィンドウあれか、よくやるじゃん、俺仕事中14ログインしてからけど、アクティブにしとかないで、メインのウィンドウを別にしていると BGM が鳴らないみたいな、ならない、ありましてシステム音だけ返すようになったけど、これで何、急に始まるぞみたいなカウントダウンも聞き逃さなくなるぜってことですね。そう、あとは BGM ミュートしてる人もそもそも困らないってことです。なるほどね、はい、あ、なるほど、なるほど、なるほど、はいはい、ということで以上がシステム関連となります。はい、パッチノートとしては以上。はい、でこの以降に書かれているですね、不具合修正という、まあこの多数のバーッと並んでるやつなんですけど、はい、こちらは、これまで不具合として、存在していたのですが、このパッチ 5.4 のタイミングで、修正されましたというものが並んでおりますので、はい、ご確認、していただければと思います。はい、まあなんかね、いろいろありますね、あったんですね。クロマ同士においてアストラルファイア、アンブラループ、リザード中に反対属性の範囲攻撃をすると、はい、範囲攻撃を実行するとターゲットしたモンスターに対してのダメージが低下してしまう。へえ、低下してしまう。ターゲットるやつだけダメージが入らないってことですかね。あ、俺気づかなかった。俺アストラルファイア、アンブラル、半属性の範囲攻撃、あ、じゃあ、うん、まあ、いきなりフレアを打てた人損してたんじゃん、うん、そういうことですよね。俺必ず変えてたから、もう、なるほどすいませんでしたなどなど、はいはい、などなどありましたね。はい、でこちらは修正されております。すごい、調度品プランター、シェルフパーテーション上に卓上家具を置くと、うん、置いた卓上家具が沈んでしまうって、いろんな怪奇現象も起こったりしてるんです。僕、2ページの真ん中ら辺にあります。調度品プランター、シェルフパーテーション上に。まあでもさ、パーテーション上に卓上家具を置くとっていう日本語がもうシチュエーションがね、そうそうそう、もう沈んでもしょうがないよねもうみたいなさあ、はい、修正されて修正したそうです、はい、沈まなくなります。はい、パーティションの上に卓上家具ぜひ置いていただければと
います。で次の項目なんですけど、はい、すいません、こちらはですね、パッチ 5.4 リリースのタイミングまでに確認はできたんですが修正できていない、はい、不具合となっております。こちらはホットフィックス等で順次、急ぎ修正していこうと思いますが、ご容赦いただければと思います。ちょっとで、国営の森、はい、中央森林の、X17.5Y19 付近に見えない壁があり、うん、通り抜けることができない不具合が確認されています。こちら見えない壁はジャンプで越えることができます。お手数ですがジャンプを行い進んでいただけますようお願いいたします。ギルドオーダー爆弾魔ゴブリン軍団を撃滅せよ。でも同じ地形の場所において同様に見えない壁があります。こちらもジャンプで回避していただくようにお願いします。これあの新生エリアのですねフライング対応をははさらにあのデータ細かく調整していたらあのよその 5.4 向けに、はい、もうちょっとその丁寧にっていう風に調整していた時にあの設定を間違えてですね扉がないのに扉のポジションを置いてしまい、そういうことなんだ。ただこれ新規の方に結構、はい、あのもしかするとそのダメージなのでちょっとこれは別途告知を出させていただこうと思います、はい、あのできるだけ早く修正しようと思います。はい、はい。国営の森中央森林において一部の背景グラフィックが正しく表示されない不具合が確認されています。これもあの対応しようとしたやつです。想定外において一部グラフィックが正しく表示されない不具合が確認されています。パッチ 5.4 で実装されるボイド再生計画関連のサブストーリークエストをコンプリートしていると強くてニューゲームで一部メインクエストが進行できなくなる不具合が確認されています。同様にですねパッチ 5.4 で実装される、同じですねボイド再生計画関連のサブストーリークエストをコンプリートしていると、ロールクエストが進行できなくなる、うん、同じように、強くてニューゲームの一部のロールクエストで NPC テイナーが本来とは異なるタイミングで出現してしまう不具合が確認されています。こちらちょっと、発覚したのがですね直前だったので、修正が間に合ってないのですがもう、開発サーバー上では修正が完了したので、はい、次のホットフィックス等々で直していこうと思いますのでよろしくお願いします。パッチ 5.4 で追加された一部のメインクエストにおいてコンプリート後に愛用の機構録で再生した際に一部グラフィックが正しく表示されない不具合が確認されています。申し訳ありません、こちらも修正していきます。宝物庫リエギアダンジョン、祭典において特定条件下で魔法陣の本用のグラフィックが正しく表示されない不具合が確認されています。ゴールドソーサーにいる NPC 東方の雀士から確認できるドマ式麻雀解説においてパッチ 5.4 で追加されたドラ表示方法の切り替えの説明が不足している不具合が確認されています。不足している不具合、なるほど。収集品が採取できる最終ポイントにおいてアクションや特質によって素材獲得個数にボーナスが発生している場合本来ボーナスが発生しない収集品にも獲得数増加の効果が反映されているように見える不具合が確認されています。表示のみの不具合になり、収集品の獲得個数に変化はございませんのですいませんぬか喜びな、不具合でございます。修正いたします。はい。採掘し園芸士において本来パッチ 5.4 で削除される特性、直感性、選別マスタリーが削除されていない不具合が確認されています。すいませんプレイヤーこちら影響ございません。カラーテーマ設定をクラシックにしている場合エアシップボイジャーサブマリンボイジャーにおいて、管制卓で潜水艇飛空艇潜水艦を登録する際パーツを設定していない部分のアイコンが正しく表示されない不具合が確認されております。ということで、こちら記載されているものすでにあの開発テストサーバーとかでは修正されているものも多いんですが、ホットフィックスで修正していこうと思います。はい、ありがとうございました、はい、というところで、パッチノート最後まで参りました、はい、意外にすんなり終わったかなと、所要時間的には現在2時じゃない22時25分まあ、5.1 やら 5.41 やら 5.4 が入ってたらどうなってたことかみたいな。危ないよね。いやー、さっきコメントを見てたね。はい。吉田が分裂した。多分裏で電車でゼロピタ対決が流れたと思うんですけど、確かに
ちょっと頭の中で想像したんで、今生放送やってるじゃないですか、うん、生放送の裏で録画番組が出るって、はい、あんまりありえないよね多分。あんまりないことですね。テレビの放送とかでもテレビもこの状況は回避する。そうですよね、はい、同時になんか他局に出て、はい、一般的にそれ事故と言われますね。そうだよね、 裏かぶりは。え、あ、韓国版の PLL も、まあでも韓国版の PLL は出てないけど、質問に答えた俺のテキストは向こうで出てるな。そうか。いやでね、多分見た方だと思うんですけど、はい、うん、吉田ゼロピタあれでいいのかって書かれてて、ちょっとえぐるのやめて。俺もう結末知っててさ、みんながすごい楽しみにね、吉田やってくれるんじゃねえのとか、吉田のゼロピタ楽しみだなみたいなコメント見るたびにね、心が痛いんですよ。吉田疲れてるのって言われると、どっちかっていうとね、そこで疲れてたんですよ。あは、いや勘弁してくれと。もう自分だけが結末を知っていてさ、大して実績も結果も残せないで、ね、ゼロピタがさ、これから流れる、はい、そこに対しての期待のコメントがを読んでる自分もね、そうね、心が痛い。あんなに持ってない ゲームプレイ放送久しぶりだったよ自分で。いやーねー、あの TGS でやったじゃない、はい、あの時ね、練習でね、ね、すげーの出したんだけど、信じられない記録を出して、あ、まだ写真持ってるな、そういえば。そう、しかもさ、放送終わった後さ、この写真出しますねって言ってたじゃん。言ってたね、あの、ね、吉田ほら練習でこんなスコア出すから本番でみたいな、そう出しますよみたいな言ってたのに、一向に出ないまま出なかった。そう、オクラなんですよね、させられてマジかと思って、はい、あのまあリベンジの機会をいただけたんでね、はい、やったところなんかやらなきゃよかった。お前な、何しに出てきたの。社長の方が、ね、まだ面白かった。あ、本当に、まあ、結構オーバーランスしたりしてたから。あ、なるほどなるほど。僕のはなんかすごい中途半端な辛いよね。普通番組の編成上さ、全部撮ったら盛り上げるためにこう順番入れ替えたりとか、はい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 、するやん。それをさ、全部分かってるまま、うん、生放送中に流されるっていう気持ち、ね、辛いですね、うん、そうなんです。本当のことを言うと、なぜ今日裏かぶりになったかと、まあ、いうことを言えば、はい、本当は被らないはずだった、うん、というのも、うん、あの電車で GO のチャレンジの企画を決めた時点では、うん、あのこの今回のパッチ 5.4 パッチのメンテが24時間じゃない可能性がまだあった、うん、あ、なるほど、ね、なので当日パッチノート朗読会のパターンってね、うん、昔からご覧になっている方ご存知じゃないですか、はいはいはい、あのそのパターンの可能性がそこそこあって、うん、なのであのわざわざお願いして、うん、あのパッチが来る前の前日であれば被らないから、ああのそこでお願いします。あ、はい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 、いいよって、あの先方の専門担当の皆さんも心を応じていただいて。そうなんだ、それで俺最後にされてたんだ。いやなんか収録がね、俺そのすごい忙しくて、はい、めちゃくちゃ忙しかったから、その出演していただけませんかってその電車でゴーチームからもらった時に、はい、スタッフは結構反対だったんですよ。もう無理ですってこのスケジュールの中で。だけどその前回ね、写真も出してくれないし、もう一回やったらないと、だからもう電車でゴーチームに収録がかなり遅くなってもいいならやるよって、やらせてほしいよむしろってお願いした結果最後になったのかなと思います。そうなの。いや、もっと前でよかったね、じゃあ。伝説のね。これね、そうなんだよな。1.8 センチだったんだよな。1.8 センチ、すごくないですか。まあでもね、違うのよ。ヒロノ君がね、はい、今回 0.2 を出した。あのね、収録時にはね、もう出ててね、もういらないじゃん、俺って思って。そう、ね、それ見ちゃうの。もういいじゃない、これでって。0.2 はどうなの。そうなの。ヒロノもね、どうせならゼロピター出しておいてほしかった。確かに、そうね。もうね、そうすれば、はい、終了。収録に行った会場が、もう吉田さんしか残ってないので、吉田さんがもう、なんでかけてんだよ、ゼロピター出す流れですよ、みたいな。すごい煽られて。
いやでもね、収録の番手も面白いんですよ、あれマジでずっとやってしまう、あれ燃えますよね。うん、まあ、ぜひね、あの絶賛発売中なので、そうそう、あの僕に成り代わってですね、そうよ、達成していただけると助かります。はい、結構ね、上り坂だの下り坂だの天候による影響なの結構あるんですよね。そうなんですよ、またね、俺ね、まあその時なかなか言えなくて、まあみんな同条件だからあれなんだけど、はい、自分で速度コントロールしてさ、うん、体内時計を回していくの。うん、そのゲーマーだから、はい、その表示を見てというより、こうこの速度だったら、うんうん、まあ1って減るのが、まあ、当然だけど速度絞りながらだから、あのメートルがこう減っていくやつを数えてるんだけど、はいはいはい、うん、読み上げられんだよね。あ、なるほど。自分と違うカウントをやってくる。え、ちょ、待って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 みたいな。あれで、結構ハードタグだった。いやー、まあ、でも面白いんで、ね、ぜひ、ぜひやってください、本当。そうですね、まあ、ゼロピタのためのゲームじゃないんだけど。でも仲間内でやるとね、あれ絶対盛り上がります。すごい面白いんで、ぜひぜひ。はい。という、まあ、全てね、これぐらい言わないと、あいつ空気だったなっていう。よかったよかった。はい。ということで、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ、いよいよ明日 8.5.4 そうですね、ですか、恒例の、うん、ボロボロさんは何から行くんですか。アタスですか。はい、今回は迷わずメインクエストの前に、お、迷わず、その心、迷う要素は、うん、あの蛮族があったら蛮族行っとこうって、あ、なるほど、ね、初日分を何とかしよう、はいはい、頑張って走るんですけど、はいはい、今回は蛮族一緒に入らないので、はいはい、メインクエストに行って、うん、なんせダンジョンを開けたい、あのエキルレを開けたい、そっから始めようと思います。なるほどね、なるほどね。あ、今コメントにあった超認知じゃないんだってありましたね。あのそれはあのごめんなさいね、それは5点は関係ないです。友達超認知に行って4万ギルもらうのはそれはやります、うん、確かに一番最初にやることは、はいはい、あのそうですね、うん、あのリテーナーベンチャーで手に入れたコインを売りに行くっていう作業をやります。なるほどね、なるほどね。そしたらメインクエスト、まっすぐ石の家ですね。はいはい、吉田さんは今回ちょっと悩んでいて、はい、まあちょっと忙しくてね、はい、プライベートキャラの準備があんまり進んでなくて、うん、でまあ今回新式はちょっと知り合いにお願いするしかないかなってなっていて、はいはいはい、まあ、そうなった時にやっぱりこう素材をね、そうね、せめてね取りにくい、ほらまたね、なんかこれだけはお前集めてこいよみたいなのあるわけですよ。それをね早く集めて渡さないと、なんかお前さ、なんか何楽しんじゃってんのみたいな、お前の分も作るためになんかこっち取ってんだけど、お前そんなキャッキャしないで早く素材持ってこいよみたいな多分あると思うんで。なるほど、制作サイドからするとね。だからもしかしたらその ひたすら特定の ID を周回してる可能性はなるほど、ね、ありますね。なるほど、そうなんですよね、まあ、確かに。でとにかく、はい、さっさと禁断を終えて、うん、それでね、各種コンテンツで揃えてしまいたいと、うん、行こうかなって。まあそうするとさ、うん、そのノーマルとはいえね、楽になるコンテンツもあるし、はい、ね、僕もそのまんまね、はい、いけるだろうし、そうですね、まあ現タイタン、まあアレシンクされるかあんま関係ないけどいやだからまあそっからで逆算すると、俺はまあ某何トークン素材集めに行くしかないのかなみたいな、全ての起点であろうということですね。そうですね、あとはもうほんと久しぶりなんで、まあちょっと忙しく、まあ、どれぐらいやれるかわかんないですけど、霊式めっちゃ楽しみにしてるんで、うん、あの個人的になので、まあそこをノーマル最優先でやって、はい、いやでも確かに霊式楽しみですね、久々に、うん、だって久々ですもの。そうなの、なんでまあ、うん、私個人的にはまずは皆さん の、うん、あの戦いっぷりを存分に見て楽しませていただこうかなと思っております、はい、なるほどと思いながら。そうね、どうなりますか
まあそんな感じですかね。皆さんはどうなんですか、ね、皆さんはいかが、コメント上ね、皆さんは何からやるのかな。さあ皆さん、パッチ 5.4 は何から始めますか。コメントできる方はコメントでお知らせください。メイン、エデン、ノーマルレイド、新式から、新式作り、意外と目立ちます。地図、あ、地図ね、メイン、新式作りをメイン、メイン、行ったメイン、エデン、メイン、エデン。あ、でもメイン、エデン、新式作るが多いですね、うん、やっぱり。確かに、うん。戦闘マテリジャを売れるだけ売るって書いてる人がいる。あ、確かにね。これでもね、結構高度な駆け引きで、はい、なんか初動って売りたい人、まあ言っていいのかな、売りたい人たくさんいるじゃん。いますね。まあ使いたい人もたくさんいるんだけど、うん、実はあんまり普段からマーケットに慣れてない人たちって、はい、大量に出るとなかなか売れないでしょ、うん、自分もで焦ってね、下げるよ、ね、下げちゃうね。そうそうそう、ある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 ですね。一通りバーって消えてから、あのね、夜中とかちょっと出したりとか、うん、週末でバーって一気に在庫はけるんで、その直後の月曜日とかに出すとね、確かに確かに結構いい値で行くんで、 5.4 直後って果たして最適なのかどうなのかっていう、だったら確かにね、山ほど欲しい人は実はもう買ってるかもしれない。そう、直前の方が、そう、こうやってね、高度な情報戦をしてね、また吉田を信じるなとかあるんですよね。それを言うなとか、ほら、ありますよね。そういえば私もルーレットボーナスの、 交換できるやつ、うん、今しこたま、そういえば抱えてることに今思い出しました。いや、そうですよ、そうですよ、そうですよ。何のために私空いてる時間あのモブハンツアーに行ってるかって話ですよ。ネムタさんまめに言ってますよね。そうですよ、私、はい。まあね、あれトークもたまりますし、あのリードしてくださる皆さん本当ありがとうございます。あの群れの中に僕もいますんで。ありがとうございます。そっか。でもモブハンツアーは、そっか、ブースパッチが来るとモブハンツアーはちょっとやっぱり抑えめになるんですかね。いや、そうでもない。そんなことないですよ。あれはあれで。違うんですよ。モブハンを狩ることに、はい、そのモチベーションを持ってる方、ツアーをやってくださること自体にモチベーションを持ってる方、うん、あのクラスターからできるそのマテリアでどうやって稼ぐかっていうのを、うん、考えてる方、僕みたいに自分で使う分はひたすら貯めるぞって方、いろんなところが、ね、混ざってるんですよ、あれ。なるほど、大事なんですよ、いろんな意図を持った人が。だからそんなに、まあ、偶数パッチのパッチ直前がすごい人数ね、あ、来ますよ。あんまり普段見ない人たちも来るんでただまあちょっと落ち着いたかに見えて、でも毎回あります、全然、はい。なるほどね、意外とね、 MMO らしくて僕好きなんですよね、あの、はいはいはい、みんながいろんなフライングマウントでこう飛んでいくみたいな、はい、はい、僕みたいな意外と時間のないけど仕事中ログインできてる人はツアーにサクッと行って、うんうんうん、まあ、ちょっとずつ売ってお金に変えていくが一番ギル儲かるみたいな、はい、はい、はい、ということで、うん、現在メンテナンスは着々と進行中でございますが、うん、開けるのが明日予定で12月8日火曜日の日本時間午後、7時、うん、となっております。それよりは絶対に早くは開かない、はいはい、万が一トラブルとか不測の事態があった場合に延長する可能性はありますが、うん、早開けはありませんので、はい、早開けはございません。これは信じていただいて大丈夫ですあのリセットというかね、はい、アラガントームストーンの入れ替わりタイミングなので絶対、火曜の7時より、そうですね、17時より前になることはないということです。はい、さあ、じゃあ、はい、もうね、今日はあの14も稼働してないし、うん、起きていても仕方がないのでね、吉田の電車で GO ゼロピタ対決など忘れて記憶から消してゆっくりお休みいただければ、はい、いいんじゃないかなと思います、ね、明日のスタートどっから始めようかなを決めたら、うん、もうゆっくり休むといいんじゃないかな、はい、そういうことです、はい、じゃあ、あとはよろしいですか、うん、まあ年内あとこれで終わりかと思いきや、なんだ、年末に、はい、
年忘れ麻雀大会がございます。こちら12月29日火曜日となっておりますので、はい、そうですね。なんかそれ以外にもなんかどっか放送呼ばれるかも知りなさそうな僕は感じです。じゃあそんななんやかんや年末最後の最後まで毎年バタバタしますね。いやーそうなんですよね、意外と。そうなんですよね。まあしょうがないな、はい、しょうがないな、はい。ので、まあ、ボーティーに関わるものは逐一、うん、トピックスだの SNS だのとお伝えしていきますので、はい、ぜひともご覧いただければと思います。いや喋ってたら喉治ってきたね肝心のパチノートの時にそうですね、ゲフゲフしててすごい、すいません、失礼しました、お聞き苦しくて、はい、治ってまいりました、はい。それでは、また次回お会いするのを楽しみにしつつ、はい、パッチ 5.4 も楽しみに、ぜひですね、すごいボリューム、5.4x全体ですごいことになってますんで、はい、ぜひですね、ゆっくり年末年始ね、好きなものからでいいので、楽しんでいただけると幸いです。はい、ありがとうございました、はい。それでは以上をもちましてパッチノート朗読会を終了させていただきます。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。